さすがさん、この今シーズンからこのゾーンというものが登場していますよね。そして昨年までボーナスと呼ばれていたんですが、おはようございます。おはようございます。本日は IFSC ボルダリングワールドカップ八王子大会2018初日の予選の日です。はい、はい、実況解説は、私上田美希也と、ゲストですかね、はい、すいませんお邪魔します。ジャジースポートの直と言えばいいのかな、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今、時間が8時55分なんですけれども、9時から女子の予選が始まります。はい、いよいよですね、はいはい、で画面に見えてもうすでに、ね、女子の課題が用意されているんですけれども、おおむね左から第1課題でグループが2つに分かれているので全部で各グループ5課題あるので10本ですね、はい、用意されています。はい、どうですかね、まずこのパッと見て、まあ、あの直さんも私も一応ねクライミングをやっている身からすると、はいはいはい、課題の印象どうでしょうか。まあ、僕目線で言えば、はい、まあ、絶対登れそうだなっていうか、まあ、オブザベはもう一応、はい、端からしてきたんですけど、はい、しちゃいますよね。なんかね、あのワールドカップ女子予選っていうのを、まあ、インスタグラムとかではこう見れて、はい、中継がないじゃないですか、はい、その今までの4戦、はい、なのでその実際の距離感とか映像じゃ分からなかった部分とかが見れて、はい、うん、震えますね、これ、はい、痺れるというか、もういきなりこんな感じなのかっていう、悪そうだなっていうのが第一印象で、気合入ってますよね。うん、僕ちょっと結構ネガティブにあの課題を捉える傾向にあるんで、はい、まあ、はいはい、登れねえなみたいな自分目線ですよ、うん、ただ本当に他の大会これまでね、日本戦は5ラウンド目なんですけれども、はい、全4ラウンドからするともうこれ準決勝で出てもおかしくないぐらいの、うん、そうそう、まあ、豪華さ気合が入ってますよね。なんか準決勝感が、はい、ありますよね。でも明日どうなるか分かんないですけど、うん、はい、うん、準決勝なのかなって思っちゃうぐらい、 そうですね、その配置とかホールドの使い方が、はい、うん、なんかもうちょっと予選ってこう、うん、分かります、ベーシックな、はい、動きで、まあ、エリアもそんなに広く取れないから、ね、はい、ベーシックな動きで基礎的なその、まあ、強度感とかを、ね、洗いかけて、まあ、落ちる選手は落ちるし、はい、上がる選手は上がっていくっていうイメージあったんですけど、うん、なんかピリピリしてるなっていう印象 で、ね、はい、うん、で一応あのルールを、ね、ご存じない方にも説明をしておきますと、はい、初日に予選が女子の後午後男子があるんですけれども、はい、そこで、選手女子は68人ですかね、選手が20名に絞られます。うん、A グループ B グループそれぞれ上位10名が、明日の準決勝に進出できるんですけれども、はい、まあ、5課題のうち何本登れたかと、でそれも同じならば、ゾーンという、ね、途中の、まあ、ポイントがあるんですけれども、そこまで何本到達できたか、うん、でまあ、そこも同じだとより少ない、ね、トライ回数の選手が上位に成績がつきまして、はい、10人ずつ AB 絞られますと、はい、で先ほど、ね、チョクさんも言っていただいたんですけれども、予選は、まあ、20名絞ればいいので結構、ね、うん、他のラウンドは、まあ、割とこう右左みたいな単純な課題もあるんですけれども、うん、まあね、日本ラウンドだけあって気合が入っているので、もう今日から見応えがありますね。そうなんですよね、楽しみですね。クライマー目線で楽しみですね。怖いですね、はい、もうちょっとこのネガティブに捉えちゃうんで、はい、っていうのも、まあ、まあ、地元であって、まあ、うちのジムでも登ってる双葉が、はい、伊藤双葉選手、まあ、伊藤双葉が出るので、はい、そこもちょっと気持ち入っちゃってるんでしょうね、うん、大丈夫かなみたいな、はい、心配になっちゃってるっていう部分もあるんですけど、伊藤双葉選手ね、去年 BJC で優勝しても一気に大ブレイクして、そうですね、今年からワールドカップ参戦と、はいはい、でもちろん準決勝にもね、何度も進んでいるので、ワールドカップで準決勝すごい成績なんですけれども、はい、まあ、この日本ラウンドでもうね一歩上の成績に行くかというところがちょっとね、うん、期待したいところですよね。気持ち入っちゃいますね。入っちゃいますね。はい、さあ間もなく、はい、右上の時計が、今20秒ぐらいですね、はい、それがゼロになるとスタートとなります。上位選手から出てくる、上位選手からですね、なので、はい、もちろんね出てくる2人はこの中継を見ている皆さんならご存知の2人が出てくるんじゃないでしょうか、はい、
さあ始まりました。予選は、5課題なんですけれども、1課題持ち時間5分でオブザベーション込み、そして ベルトコンベ方式という方式なんですけれども、1課題目やって次5分休んで、また次の5分で2課題目、これを5課題分繰り返すという形式になっております。はい、そして画面に映っている手前、野中美穂選手、いやー風格ありますね。やっぱ入念に1分近くかけてオブザベーションしてっていう感じなんですかね。そうですね、かけてますね。そして奥は絶対女王野口啓代選手、ほぼ同時に取り付きます。あくまで傾向なんですけれども、第1課題は割と登らせてくれる課題をね、はい、配置することが多いので、もうこの両選手ならば絶対に一撃を狙っているでしょうね。ただ野中選手のこの課題、ちょっと考えさせるような手順ですね。そうなんですよね、何通りかありそうな。ここにトーフックをかけて、次のモードは割とね、ガバーに近いモールド。あ、なんか安心感あるな。そうですね、安心感ありますね。ただこの最後のスローパー、この一手でも、まあ、野中選手ならば行くでしょうけどね、足をかけて、ちょっと緊張感ありますね。素晴らしいですね。最後の三角形の張りぼてはね、ほとんど使わずにゴールしましたが、そして野中選手のね、 B の1課題目が傾斜が120度か30度ついているのに比べて、野口選手の方は打って変わってノーハンドのスラブ課題。そうですね、バランシーですね、はい、全てこのもうおなじみのね、シンプルのボテで構成されているでしょうか。ここから足を落として、おっと耐えた。結構ここ、これはここ難しそうだな。この課題は苦戦する選手多いでしょうね。今季の野口選手はね、スラブ能力かなり高めてきている印象ありますから、第1課題からちょっと締めてます ね、 そうですね、これは。そしてここもまあ問題ないですね。思わずね、あの私たち声がおーっと出ましたけど、はいはい、あそこ耐えたのは体の力とバランスすごいですね。ただ危なげなく両選手一撃と。一撃でしたね、はい、はい、一撃でしたよね。おそらく野口選手も、野口選手が、そうですね、ちょっと画面映ってませんでしたが、あ、野口選手は2トライでした。2トライ、ね、すみません、はい、2トライでも、やっぱりベルトコンベアだとここでやっぱり一撃二撃すると、はい、まあ、本当に休みが多く取れて、その通りですよね。それがね、結構やっぱり蓄積していくじゃないですか、5課題。メンタル的にもすごい、5分で気持ちを整えて次の課題に行くよりも、はい、ここで一撃して、まあ、本当に7分とかその2分がすごい重要なんだなっていうのを、まあ、双葉の練習を通じていつも考えさせられるんですけど、そうですよね、そのまず登ったか登ってないかで成績面で差がつく、うん、はい、さらに休憩でも差がつく、 そうなんですよ、そしてメンタルでも差がつくっていう、そうなんですよ。で、もう1本目を登ることがどれだけ大事かっていうことですよね、はい、皆さん多分クライミングしてる方だと分かると思うんですけど、メンタルってめちゃくちゃ重要じゃないですか。めちゃめちゃ重要ですね。登れるって思った課題は登れていくし、はい、登れないと思ったら本当に登れなくなっちゃうから、そうですね、やっぱりね、この一撃とか二撃っていうのは本当にコンペでは重要というか、ベルトコンベア方式では本当に重要なことなんですね。いやでもこの野口選手、野中選手の今年の団体一つの強さっぷりったらないですよね。ないですね。この両選手はもう野口選手は優勝2回、3位2回で、はい、野中選手は1位の後準優勝3回という、そうですね、2位より上にしか入ってきないという、はい、オフシーズンの賜物なんですけど、やっぱりもう勢いありますね。合わせてきてますよね、ワールドカップに。そうですね、ボルダリングジャパンカップの時のもちろんそこでもね、合わせてるんでしょうけど、より一段と合わせてきてる印象を受けますね。そうですね、
そう、ワールドカップに合わせていくっていう意味がなんとなくなんか分かりますね、はい、そして続いては手前はこちらもね日本でもおなじみの選手というかファンも多いんじゃないでしょうか、はい、イギリスのショーナ・コクシー選手、去年のボルダリングワールドカップは圧倒的な強さで総合優勝を果たしました、ね、はい、今年がちょっとそうですね、うん、なんか指の怪我とか、そうですね、はい、インスタを見ていると、ね、指の怪我と、はい、まあ、そのためにか、第3戦第4戦の中国ラウンドは、見合わせて欠場し、この、ね、日本ラウンドには再び復帰してきました。そうですね、楽しみです。そして奥はスロベニアのカーチャカリッチ選手です、はい、この選手もあのスロベニアというとね、ヤンヤ・ガンブレット選手が有名なんですけれども、はい、ヤンヤ選手がね、あの学業のためなんですかね、ちょっと中国戦から参戦していないので、この絶好調スロベニア勢を引っ張る存在となっている選手です、はい、どんどんなんかその引っ張られてるのか分かんないですけど、こうレベルが上がってますよね、はい、スロベニアはもう男子でも出てきますけど強いですね、強いですよね、本当にやっぱ引っ張っていく存在っていうのが、うん、やっぱ重要なんでしょうね、はい、そしてショーナ選手はちょっとね、あの私日本人なのにこういうこと言うとあれなんですけれども、ええ、野口選手、野中選手の2強に私としてはショーナ選手が加わって、もちろんね他の日本人選手も加わってほしいんですけれども、はいはい、面白い展開になってもらいたいですなるでしょうそこでもなっちゃうでしょう、なってほしいですこのままだとね、もう野口の中の争いに、ね、割って入ってほしいですね、うん、これ翔太選手もこの3号で使わなかったですね、これなんですかね、邪魔してるんですかね、なんかその膝が入りきると、はい、あの多分もっと楽にスローパーを殺せる感じになると思うんで、そういう感じ、僕のイメージでは膝がこう壁側に入らないように、まあ、ある意味局面壁っぽいセットなのかなっては思ってたんですけど、はいはいはい、面白い使い方ですね、うんうん、結構あのうちのジムでもそういうセットをするんですよね、はいはいはい、あのラインセットじゃないんで、うん、他のホールドが邪魔してくるっていう、うんうんうん、それが面白かったりするんで、はいはいはい、ここはバランスですね、2アテンプト目ですかね、多分そうですかね、はい、ここからの、ああ行けました、行きましたね、はい、壁が寝ているのでね、思い切り行ってしまった方が手首の左にこう乗っていく感じでしたね、そうですね、しかしね最後もこの立ち込み、うん、足を上げて屈伸しながら、はい、緊張感ありますね、最後まであるんですね、はい、最後までです、ナイスですね、まあ、ただこの1課題目は、はい、なんか日本のジムだとスラビも多くて、ええ、結構こういった課題に慣れている選手も多いかもしれないので、そうですね、はい、日本人選手がこうもしかするとこれで弾みをつけるような選手もいるかもしれないですね、1課題目でね、うん、逆に外国の選手でちょっとこのスラビにはまって強豪選手が調子を狂わすみたいなことも、うん、なるほど、まあ、この B の方のショーナ選手の方は、まあ、いわゆる強い選手というか、うん、実力がしっかりある選手であれば、ここの膝ですね、そうです、やっぱり邪魔そうですね、うん、邪魔なんで、うん、それにしてはチョークやったら乗ってますよね確かにチョーク乗ってる、何なんだろう、まあ、予選は上位選手から出てくるので、はい、この辺りは、まあ、アテンプトは多少かかっても登ってくる選手が多いといった印象でしょうか、そうですね、その A、 あ B は右が A ですね、まあ、一撃、はい、今のところ A の方は二撃、はい、っていう感じですよね、このぐらい休めるんですね、あの次あの美穂ちゃんと明夫ちゃん出ますけど、はい、結構ゆっくり休めるから、ね、うん、やっぱり
必須ですね。トッププレイヤーであればほぼ全開に近いぐらい休めたんじゃないでしょうかね、うん、かなり休めるなやっぱり。さあ続いてはもう今年のねワールドカップでも活躍している選手、あ左側が、セルビアのスターシャゲージョ選手、右側がフランスのファニー・ジベール選手ですね、はい、この両選手も今季決勝表彰台何度か、ね、乗っているような。そうですね、あのファニーがすごいトレーニングを積んで、はい、なんかこう、うん、穴がなくなってきた印象が自分はあって、はいはいはい、あのすごい上手かったじゃないですか、緩い傾斜が、はいはいはい、それに加えてすごいコーディネーションもだし、うん、こうちょっと、まあ、真っ向勝負まだ少し弱いところもあるかも分かんないですけど、はい、すごい上げてきてて上手くこなしてきてて、ね、成績もすごい良くて、はい、前回ラウンドもあの野口選手、野中選手に、まあ、こう唯一というとあれですけど脅かす存在というか食らいついてましたよね、うん、だから何当たれば大きいのかなっていう、うん、このスターシャ選手も当たると緩い傾斜、そうです、ね、本当に他の選手が登れないような、おっと片手ですと怖い存在ですね、スターシャ選手も、うん、そして第2課題もちょっと映ってないですけど、ミホちゃん上まで来てますね。問題ないですね、問題ない。野中選手は完登、この黒い課題ですね、一撃ですね、これ結構ポケットとか価値が続いていて、そうなんですよ、ね、ピンチもありますし、うん、こう真っ向勝負のような課題が、はい、B が1課題目に続いてきましたね、また、うん、で A はまたバランスというか、はい、ちょっとこの、ね、出だしもバランスっぽくて、はい、スタートはね、あの E グリップスの大きな迷う感で、うん、ここから多分これスローパーっぽいテクニックの、そうですよね、はい、でこれがね、がはい、あのソリッドっていうハリボテで、ここあんまり見ないかもしれないですけど、はい、かつこれスラブっぽく見えて、この一手とか結構そうす、ね、力求められそうですよね。これ結構その抜けてくるというか、はい、そういう形のホールドなんで結構握って、今どっちで行こうとした、左手出すのか、マッチするか、マッチしましたね、うん、おー、よかったよかった、はい、結構締まってますね、これは逃げ気ですかね、はいはい、さすが逃げ気、うん、いやあのテクニックのホールド悪いんだよな、そうですよねあそこちょっと傾斜少しありますかね、うん、水壁より少しだけあるか、足になった時も結構こうシェイプされてるホールドなんで、はい、乗りづらいっていうか、うん、そうですね、はい、あとゴールもちゃんと左足を向こう側にかけないと、そうですね、野中選手のポケットは、プロセットの割とインカットしているポケットなのか、ちょっとあれは結構インカットしてるのと軽いのありますよね、ありますね、でデュアルになってるんで、はい、足としては結構しんどいっていう感じの、はハリボテは SNT でしょうかね、三角形の、うん、まあ、あの5課題目まで見ないとわからないですけれども、はい、結構ね B が割とこう力強い課題が2つ続いて、そうです、ね、A がね繊細さを求められるような、やっぱりその A の場合だと1課題目ちょっとメンタルで少しこう揺さぶってきて、さらに2課題目も結構シビアで心が疲れそうな雰囲気、そこ失敗するとまたハリボテ踏むのみたいな、そうなかなか気持ちよくこう登らしてくれないっていう感じが印象では、最後も結構細かい、ちょっと何の価値かは見えないですが、あやっぱファニーうまいな、うまいっすね、立ち込むのが、うん、この人の重心移動とかやっぱりすごい参考に、うん、手足長いっすね、なりますね、
さあ続いてはこちらももうワールドカップではおなじみの2人です。手前は韓国のサソル選手、はい、サソル選手も、ね、力強い選手なので、うん、この課題は確実に仕留めてくるんじゃないでしょうか。そしてその奥がベルギーの、クロエ・クーリエ選手ですね。なんかサソル選手はなんか、はい、B で良かったっていう感じ今のイメージなんか B で良かったっていう感じします、ね、そうですね。なんかこうフィジカルと真っ向勝負も強いし、はい、そしてショーナ選手が何か呼んでいた、もっと壁がなんか出ているか、あ、なんかビスが出てる感じかな。ちょっとビスが出てたのかな、かもしれないですね、はい、セッターが何か作業してますね、うん、となるとまだちょっとルール上どうなるかは分からないです。あ、しかしトライを始めるか、トライしますね、しますね、はい、テクニカルインシデントが取られる可能性もありますが、まだどうなんでしょうかね、このトライの後にその判断が出るということがあり得るんですよね。ではトライを開始しました。これやっぱポケットやっぱ乗りづらいですね。乗りづらそうですね、うん、あれデュアルのポケットですもんね、プロセットの、はい、なんでやっぱ保持面に乗らないといけないんで、はい、保持面になるとやっぱポケットの足を拾うのは結構、そして上2つのスローパーもプロセットのスローパーに見えますね。そうですね、ここはプロセットの、これはいいですね、ポケット、カッチ、ピンチ、こう全てが問われるような、そうですね、あー結構ここは、うん、右手のフラットもちょっと傾斜がついているので、ちょうどやっぱり足が下から出てくるんで振られるムーブになりますね、はい、ただこの課題サソル選手も苦戦している。左、あれ本当だあ、やっぱシークエンスがちょっと、うん、そうですね、うん、これ振りをかけてその下に 足があるけど、あ、これでいけました。ショーナはあの壁からやはりビスが出ていたので、釘ですね、あ、やっぱ出ていたので、はい、取ってもらって、ちょっと分数は多くなるのかな、どうなるのか、でもそのまま始めてるから、そうですね、どうなんでしょうか、はい、ショナも止めてきましたよ、はい、道を、ここからはコールちょっと嫌がっているが、はい、大丈夫ですね、ゴールも足嫌ですね、うん、ポケットの足で、はい、で右側には、黒いテープがデマケーションといって判定が使えないようになっているので、うん、右の判定を使用することはできないですね、はい、ちゃんと悪いですね、悪いですね悪い、ちゃんと難しい課題が設定されていますね。残る左手が悪い、止めてきたけど、あれ抜けちゃうと、もうそうですね、でもちょっともしかしたら伊藤さんに嫌がる選手もいるかもしれないですね、うん、ピンチかな、この課題は結構こうクライマーがやってみたくなるというか、そうですね、うん、総合力ないと登れなそうですね、うん、いいですね、結構こういう課題が一本入っているとなんか嬉しいですね、底力を試されているようね、はいはい、みんな大好きなやつただ何度かアテンプトはかかるものの、上位選手はねしっかり登ってきますね、はい、
さあ第一課題は日本人選手が1人登場しています。日本の小野彩選手です。小野選手もね、去年は決勝にも2度ですかね行っていて、そうですね、今年はねちょっとまだエンジンがねかかりきっていないところあるかもしれないですけれども、はい、頑張ってほしい。特にね、うん、価値の保持力とかはもうトップ選手並みのものを持っていると思うので、はい、この1課題目2課題目、うん、苦手ではないようにもね見えますけれども、そして、隣がロシアのエカテリーニャ選手で、はい、第3戦の中国の、重慶戦で4位に入っている選手ですね、はい、決勝に初めて残った、初めてかもしれないですね、という感じですよね、はい、結構ね女子男子もですけど女子も決勝には新しい顔ぶれが、そうなんです、ね、こっち何人か行ってますよね、はい、ただ女子は本当に表彰台の牙城を崩すのが、うん、難しいですね。さあそして左が野口選手、またちょっとこのメンタルがハリボテ乗る系が、ただ B もね同様に、はい、ちょっと今回ハリボテに乗っていくような、ただ A はちょっと上部行かないと分かんないですけれども、はい、この赤いのがシータの価値なんでしょうか、結構保持力を、いや本当ちっちゃかったんですよこれ、求められそうですよね、はい、野口選手こういう保持力系のスラブ強いんじゃないですかね、はい、なんか A は本当にここまでスローな、うん、体の動かし方がすごいゆっくりな課題が多いですね。そうですね。お、美穂ちゃんの、はい、一撃、野中選手調子いいですね。 B は同じスラブっぽいとはいえ結構こう面で抑えていって、芯がないと登れないような、いやこれはいやらしいですね足も細かいふーって感じですね、うん、A はもうほんとずっと、 A はここまで3つがこういうちょっとシビアな感じで、まあ、この後出るんですけれども、はい、ラスト2つは A は結構ドンドンというような課題で、逆に B は一番最後にスラブ待ち構えてますね。エカテニア選手も登りました。あやちゃんも、登れてますね。はい、はい、さすがですね、刺激でしたね、はい、さあそして残ったのはセルビアのスターシャゲージョ選手、やっぱりこの課題は悪い、ファニー選手もですかね、ブラッシングしてますね。このちょっと今右で見切れてますが、次の一手ここの黒の止め、あここが止まらない、ピンチですね、フラットの大きなサンダーバードという右手のピンチ、はい、あそこが、はい、その次がゾーンですけれども、おそらくピンチの目が確信となってそうですかね。なんか結構双葉に聞いたんですけど、はい、ゾーンが思ったよりも上にある印象があるって言ってて、その確信を最初の確信を止めた次の手がゾーンで、結構上にあるんだっていう話を聞いたんですよね、うん、はいはい、なんで確信を止めるのがまあキーなんでしょうけど、もしかすると、まあ、これ完全な私の予想になってしまうんですけど、例えば今ので右手のピンチがゾーンだと、はい、こう保持したのかどうかちょっとジャッジが怪しいことが生じるの で、うん、次のまあちょっと安定できるところにしているのかもしれないですね。あ、それはあるかもしれないですね、はい、うん、ファニーはこのここなんか苦戦しているのがちょっと心配になっちゃいますね、この後出てくるそうですねこういうのはすごい上手い選手だなって思うんですけど ね、 そうですね、まずここ止めて次、はい、ちょっとこう足順手順悩みますよね、うん、野口選手右の右にちょっとね一回こう左でこのホールドを持って、おお素晴らしい、こういう動きが今年見られるようになったです、うん、なりましたね、思い切ってましたね、うん、そしてスターシャ選手ですね、この一手ここやりたいですねこう、うん、これあれしかもちょっとね面も変わってて、うん、やっぱ下から足が出てくるっていう、うん、振られが大きそうですね、はい、結構ハングしてるんですよねあの壁、そうですね、実質やっぱ130ぐらいになっちゃうんでしょうかね、はい、やってる体感としては、
今あのツイッターの方で、はい、ビスの第2課題の湘南国士のビスのことがあったんですけれども、そうですね、あれはビスが残っていたのと、あとツイッターであの我々のルールの知識不足を、見事ね、あの訂正していただいたんですけれども、あのピリオド内で修復できれば、テクニカルインシデント取られずに、はい、そのまま続行されると。ただそれ残り10秒とかだったさすがに2分が保証、確か2分保証だったような気がしますね、2分保証でだったような、はい、その分は多く選手はもらえるっていうところがちょっと2分切ってなかった、どうですかね、ちょっと後ほどルールを私確認しています、はいはい、あ、やっぱ、はい、ちょっと映ってないですけどサッソル選手はしっかりあのピンチを止めてきました、ね、ピンチ強いです ね, ますね、奥に映ってます、はい、今そして、もう上部に進んでいますが、手前がオーストリアのヨハンナ・ファーバー選手、はい、前回ラウンド決勝に進んでいます、あとはメイ、はい、そして奥が北海道の小竹芽衣選手、去年ね決勝に行くほど好調でしたが、今年はそろそろね調子を上げてきてほしいところですね、バランシーですね、これ足を奥まで送れ、あ、ちょっと映ってないから分からないですね、この赤い対策があるんですけど、最後の悪い右手から、はい、うん、結構こうしっかり持って、そうですね、固めていくような、足震えそうだな俺の持ったらブルブルだなこれは、メイちゃんはここまで小竹選手はファーストトライなのかセカンドトライなのか、ナイスです、素晴らしい、小竹選手一撃ですね、はい、うん、ショナはちょっとここも苦戦してますね、はい、すごいチョークがついてて結構迷っちゃいますね、ムーブ、あと結構その去年ねショーナーが言っていたのがやっぱり日本の湿度がかなり嫌だみたいなことを書いていて嫌だとまで言ってました、やっぱりヒューミッドだみたいな、なるほどね、中国もまあそれは気候なのか分かんないですけどちょっと合わないみたいな、こうショーナ選手ねゾーンに入るとすごい力なんですけれども、はい、ちょっとこう集中力が切らすって言うとあれなんですけど、気持ちが乗らな い, いありますよね、はい、でちょっと2課題目のビスのこともあって、この課題ねしっかり持ち直してほしいですね、はい、これはさすがにハリボテの間はもっとちょっと親指どこに持ってる、親指でなんか押してますね、この間はさすがにフラッグではないですね、相手はないですね、もっと黒い選手止めてきた、強いな、強いですね、ショーナ選手緑の第3課題、あの野中選手がねガストンで観音開きで入っていた上部、はいはい、ゾーンの次のところの前が処理しきれてないですね、スラブもねとっても上手い選手なんですけれどもね、うん、あの左手は何を押してるあの確かにねつなぎ目を押してる、うん、これつなぎ目はね反則ではないですからね、後手のビスは一応顕著に持ってはいけないんですが、つなぎ目は多分大丈夫です、はい、つなぎ目から行きました、いやずっともう下から足で突き上げながらプレッシャーをこうプレスしてどんどん効かせていく感じですね、はい、ホールドこのね緑色のハリボテも信じるとねこのブロックズの乗れるんですけれども、素晴らしい、まだ時間もないかな、はい、そしてこれちゃんと塞がれてますね、あ使えそうなところはハリボテの穴今塞がれてましたね、うん、
これはあれですか、今左側がゾーン、そうですね、なんでゾーンは獲得できてないっていう、右側がゾーンですね、すいません、右がゾーン、三角形の方がゾーンなので、うん、今のはゾーン獲得したと思います。一応ゾーンも持ってからコントロールなのでちょっと体勢作らなきゃいけないんですけれども、はい、さすがにあそこまで探っていれば獲得したんじゃないでしょうか、うん、これ結構でも大きそうですよね、今後の大きいですよね、うん、登れてない部分とゾーン、はい、でゾーン取ってますね、リザルト上は、はい、では今のは保持したというかゾーン獲得で、はい、そして左がミカエラ・トレーシー選手、イギリスの選手、ちょっとスタートの仕方ですね、まあもう見ている方でご存知の方も多いかもしれませんが、ピンクのテープ4本のテープにがついているホールドに4つの手足をきちんと置かなければいけません。はい、4点指示、ね、そうですね、はい、で今ミカエラ・トレーシー選手はおそらくそこが不十分だったので、スタートをやり直しをさせられていましたね。あ、違いました、すいません、あれか、左側なのでミカエラ選手じゃないですね、アルマ選手ですね、ドイツのアルマ選手です。ミカエラ選手は、右のスラブの方の課題ですね。そして、赤い課題、野口選手は第4課題、はい、あっさりと完登。野中選手がトライするのは、ほぼ一緒の女子の、A の5課題目と一緒の、はい、この第4課題、これもね結構真っ向勝負ですが、割とリールをかけて、はい、勝負はね難なく、うん、難なく登ってきました。ニアテッドですかね、時間上スタートでちょっとそうですね、ニアテンプトですね、はい、さあ小竹選手がトライするこの黒の課題、やはり一つのね肝となりそうです。あやちゃん、すいません、間違えて、すいません、やっぱそのやっぱり黒いその課題ですか、黒のホールドの、はい、だいぶ悪そうですね、やっぱピンチ止めが、ね、悪そうですね、うん、第1課題アルマ選手は完登しました。2課題で結構どちらもそうですね見えてきましたね、苦戦してるポイントとかが、はい、この A の2課題目のハリボテのこの白い部分、はい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 、ここはあれですか、テクスチャーが見たところツルツルではなくてフリクションがあるように見えたんですけども、はい、じゃあ 色が違う、ただの色だと私には見えたんですよね、どうなんでしょうかね、ちょっとあのシンプルなハリボテとかを想像すると、はい、ツルツルなのかなって見えるんですけども、これ B の、まあ、黒のそのピンチ止めのところ、はい、やっぱりあやちゃん相当右足が深く、うん、深そうで、やっぱりこうリーチが出てるところから足でも距離を出していかなきゃいけないってところ で、ね、うん、ポケットの小地面に足を入れるとかなり深そうで、そうですね、確かにデュアルの部分を踏んでたんで、はいはいはい、あ、そうするとちょっとこう右足で踏み込みきれない、うん、自信ない感じになりますよね、うん、課題難しいですし、もう身長がやっぱり小さい課題、大根選手150代ですもんね、うん、おそらく結構やっぱ遠いっていうイメージがありますね、この課題、ハンクから出る上に足が深いと振られがねだいぶ違いますよね、うん、これを乗せてここに立っていく感じで、そうですね、うまい、さあ A の第2課題エカテリーナ選手、間に合うか、5分以内に登り切らなければなりません。明夫ちゃんと同じ感じですかね、マッチしていけるか、あ、ちょっと寄せがね少し甘かったでしょうか。さあそして
とうとう登場しました。黙っていいですか、もうここからB の第一課題、岩手県出身伊藤双葉選手、16歳の選手です。若くしてボルダリングジャパンカップの優勝経験を持つ選手、うん、さあこの八王子の舞台でどのような活躍を見せるか。そして、右側は A グループオーストリアのベイリッツ・シュバイガー選手です。さあカメラも伊藤双葉選手、本当に直さんが黙ってしまいましたすいません。いやこれ黙っちゃいますね。見えてますね、でも、うん、完璧に見えてますね。そこ力で寄せるか、強い結構ねこういう感じにしますね、はい、トーフックかけそうですけどね、印象的には。しかも迷わず出したのは、はい、これは自分の今の体の動きに自信がある証拠ですね、はい、なんかそれはありますね。気持ちも入ってますね、うん、すごい顔もいい表情してる。ちゃんと使いました、最後のハレボテもナイスですね、ナイスパフォーマンス。そしてサソル選手のこのちょっと心配な、はい、このバランシーな感じ、どう対応していくか。ショナもちょっと攻略できなかった部分がうまくここまで来てますね。そしてオーストリアのヨハンナ選手、黒のハリボテ止めて、ピンチ止めてきましたね。完登しました、はい、さあサソル選手、しかしなんかいいですよ、はい、ここら辺は最後まで押して、はい、これは大きな完登ですね。大きな担当、結構日本にもトレーニング来てますよね、なんかインスタグラムとかで。これは特に荻窪パンプなんかに登ってるくらいまでとっては、はい、やあのハリボテはね手慣れてるかもしれない。おあメイちゃんも小竹選手、ね、小竹選手スラブ強いですから、はい、このこちらの A グループに入ったことは小竹選手にとってはね結構良かったかもしれないですね。そうですね、ちょっとやはり深いですもんね、あの2位の黒は。そうですね、2課題目結構身長がない選手は割と、ね、厳しいなっていう感じはありますね。さあこの全く同一の課題、ショナ選手も序盤でちょっと苦戦したんですかね、うん、今2アテンプトぐらいですね。ちょっと嫌がっている、うん、あ、いけましたね。あの右手がね、ちょっとどのくらいの保持感なのかわからないですが。そうですね、最後嫌がってました。やらしい場所についてますね、うん、あの角度の変わり目にああいうちょっとフラット気味のホールドをつけると、ね、うん、やっぱだいぶ吐き出されてくる印象ありますからね。全然違いますよね、うん。そしてA の3課題目、小さいスタンスにやっぱり乗っていく感じなんですけど、ただこう本当どの課題も詰まってるというか、こうだらだら長いというよりはこうスパッとしていていいですね、うん、目が離せないですね、はい、凝縮されてますね、うん、やっぱり。ルートセッターすごいですね、うん、今回のチーフはあのフラットホールド のシェイパーでもあるマニュエルハスラーが入っているはずです。チーフルートセッター、そうですね、スイスの。そうなんですね、はい、足がこれを、うん、あここのガストン止めも結構、あそこも左足をちゃんと置くのか、もう右なんか右に踏み込んで、ね、はい、体を少し回して右手の価値を保持しながら行くっていう感じでしたけどね。結構ねパツパツになってしまいそうな、ね、印象もありますが、
さあ第1課題はアメリカのキーラ・コンディ選手が右の A の課題、そして、台湾のホン・イン・リー選手が左の課題、第1課題出てきました、はい、そして第5課題一番右が野中選手ですね、 B の最終課題、はい、なんか少し横隔になっている感じで、はい、会場からは結構場所によっては見えなくなっちゃうんですけど、そうですね、雰囲気としてはちょっと A の最初の課題とこうちょっと左に出ていく感じがちょっと似てそうな感じですね、そうですね、そして野口選手がトライするのは、先ほどの B の第4課題とおそらく同一の課題となっております、はい、この野中選手のこの課題横隔になっている分足結構乗りたくないですね、この足はですね、左の壁を使いながらバランスを取ると、最後にちょっとこれ嫌なのきましたね、もう野口選手はこの手の課題はもう問題ない、はい、安心して見れます、スターシャゲイシャ選手も乗りました、はい、この足がここにどうやって足を上げる、上げた、あとは立てる、結構ね持ちどころのないフラットホールドでしょうか、ああ、ただね野中選手ここまでねあの抜群の成績残しているので、はい、まあ、結構ね余裕を持ってというか、うん、気持ち的にはやっぱりリラックスできてますよ ね、 ね、はい、きっとね、まあ、もちろんね上位に通過したいでしょうけど、まあ、仮にこれなかったとしてもアテンプトと、まあ、ゾーンの数、そうですよね、はい、落ち着いてね臨んでもらいたいですね、あやちゃんも今ちょっと映ってないですけど登りましたかね、はい、登りました、はい、まあ、全冠が求められるということはないと思うので、ここからね挽回してもらいたいですね、さあそしてここはあの黄色の足に無理やり上げていくんですね、ハイステップして、そこから左足も上げるってことですかね、これは結構横隔でまた上がっていくんですね、これどっちも押しながら、でもこれなんかこう逆転ありそうですね、この課題で、左から上げる、これ成り立ちますか、これ結構もうこの時点でリーチがすごい出てますよね、右から上げないとどうしようもない気がしますが、右手がよほどプッシュできてれば、おっと、なるほど、これなのか、これなんですかねすごいな、やっぱり対応してくるところがすごい、ここもじわっといくのか、ちょっと取り先の保持感が分からないですが、奥の足も、ね、かなり大きいですけどね、いけますね、からもでもゆっくりですよね、またうまい、うまい、うまい、うわすごい、今の今ほとんど左手だけのような、あうまいな、ニアテンプトですかね、会場から、ね、大きな拍手が、すごい対応力だな、やっぱり本気絶好調なだけありますね、全ての動きに強い、さあこの鬼門となっている第2課題、2課題目ですね、このB の課題はここの一手、ああそう、あのムーブもちょっとあるかなって思ったんですよね、左手を寄せないで、左手の方に寄せないで、あの青の方の課題ですね、はいはい、下から出るという、あれ選手先ほどゴールなんか言っていたように見えましたが、ちょっとイラついてますね、何があったのか、うん、ゴール付近まで少なくともね言っているように見えましたが、あーちょっとね、うん、そして素晴らしい、よかった、
結構波乱というか、なんか本当に、なんだろう、ボーダーが、まあ、五冠かな、まあ、トップの選手はもう五冠絶対っていう感じでもない感じになってきてて、やっぱり見た目と一緒の締まってる感じが。第4課題、あのちょっとこう我々の見立てだと、あの同一になっている B の4課題と A の5課題は登りやすいのかなっていう印象を受けますよね。そうなんですよ、はい、そうでもなさそうですね。ウェルカム課題がほとんどない。どのタイプの人もやっぱりオールマイティじゃないと互換できない設定みたいな感じになってるのかな。 そして B はあの途中で崩された後に最後これやりたくないですよね。そうですね。そしてあの2つ A と B で同じになっている課題はこの左手のバブルから次出るところが向きが一緒なので、うん、ガストンがちょっと入りづらそうでしたね。深場選手、伊藤深場選手、良かったです。これあの、まあ、登ったから言いますけど、はい、わりかしストーンセッションっぽいです。ストーンセッションに行けばできると。ストーンセッションっぽいなと、あのめちゃくちゃ行きたくなりましたよ、ストーンセッションに。はい、こんなんばっかのインスタになってますから。一撃ですかね、伊藤双葉選手。そうですね、はい、1課題目2課題目一撃は素晴らしい。さあオーストリアのフランツィスカ・シュテーラー選手、これもね結構力んじゃうとね、この辺おっと大きい、大きいから足上げづらいのかもしれない、ね、と狭いのかもしれない。左はアラーナ・イップ選手ですね、カナダの、はい、去年中国戦でこう決勝に、ね、彗星のように現れて、そうです、ね、注目、ね、された選手ですが、このヒールがわりかし、まあ、伊藤双葉選手が、ね、上まで一気に上げてましたよね、自分で追加して、ね、今のムーブでもいけそうな雰囲気もありますけど、野中選手はプッシュしても上がりきってしまったっていう感じ、はい、これだとやっぱり厳しい。そうですね、あれで右足をかけたりできればまた別ですけど、あ、右足トーフックね、ただ薄すぎますね、あのスタートは。なんかワールドカップってムーブももちろん多様じゃないですか、はい、だからその例えば塔がかかる設定ももちろんそういう課題もあるから、はい、そういうのも読みをこう迷わせるというか、逆に本当に選択、はい、ムーブの選択がありすぎるんでしょうね、うん、その強い選手ももちろんたくさん持ってるから、あれをどれが正しいムーブなのかっていうのをまず選択する難しさと、はい、それをこなすまあ難しさが次に出てくるけど、本当にそしてあの翔野選手が止めに行こうとしていた、今ボールで今映りましたけど、はい、あのデュアルのカチを止め、カチというかあの浅いポケットですかね。そうです、これ、いやなんか周りがデュアルで、はい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 、止めましたね。止めに行く気にならないです。いや止まりましたけど、ここから立ち込んで、うまいな。さあ残り30秒切っている、時間確認しましたね。どっちのムーブできるか、普通に考えるとこうなりますよね、うん、やっぱり上げづらい、上げてきて、ここからの左足上げがかなり厳しいですよね。そうですね、上がりきって、あー、やっぱ野中選手のムーブが、ショーナ選手は三冠投ですかね。いやー結構
B の後半が割と怖い、はい、うん、さあそして第一課題出てきたのは A が、A はね右の張りぼての課題ですね。それがドイツのリリー・キースゲン選手、そして左がアメリカのブルック・ラーバという選手ですね、はい、ブルック選手はね、あの世界ユースでもリード競技などで、ね、かなり活躍している選手です。そうですね、なんか若い選手がどんどんやっぱり出てきて、はい、どんどんなんか押し上げてきてる印象がもう毎年ありますね、はい、そうですね、うん、やっぱユース上がりのもうすぐやっぱりあこれ伸びてくるだろうな怖いなっていう感じの存在になってきますね。どんどんでもう準決勝決勝にはねこうパッと行ってしまうような選手もいて、うん、ただ本当の上位はそうなんですよ、女子は切り崩すのが難しいっていう構図になってますよね、はい、山にはやっぱうまさもあるからこなしてきてますね。こういうちょっと真っ向な感じで、うん、すごいうまく今年こなしてきてて、そしてツイッターのハッシュタグでリアルタイムリザルトが公開されていないんですかという質問を受けたんですけれども、はい、一番いいのは、IFSC の、リザルトアプリを入れるのが一番いいと思います、はい、それがもうリアルタイムで更新されるの で IF のページにもですね、 IFSC のページにもリザルト上がっているかもしれないんですけれども、アプリが一番リアルタイムで更新されるの そうですね、ぜひ、ね、入れてみてください、はい、IFSC ボルダーとかで検索するとそうですね、アプリの IFSC ボルダーであると思います、はい、スラブに強いスターシャ選手、あーやっぱこっちから足を上げると相当、それを考えると野中選手の現場処理なのかすごいですね、うん、やっぱりあの1回右足を踏んで違うって判断したときに、うん、その次のムーブをそこで繰り出せる、うんうん、そこが強さの秘密ですよね。 B の4は尾上選手、ここをなんとか登っておきたい。これですね、ストーンセッションっぽい、はい、B の2課題、ホン・イン・リー選手、結構ね、ここってね、はい、ホン・イン・リー選手もノースベースカップとかも出たりしてくれていたような、そうですね、ベースキャンプ東京の予選に確かいたような気がしてて、さこの一手が止めました。はい、いやでもここからのガストンを止めた後の左手右手の向きが一緒で悪いですよね。そうなんですよ、なんで左手を押してこうガストンを効かせていくっていうイメージよりはもうなんかどうにかしてちょっと体重下げるのかな、右手を効かせて足を上げていかないといけないと思うんですけど、なんとなく A の方がなんかちょっと止めるのに苦戦している選手が多い気がしますけど、まあ、一緒ですよね、うん、おそらく、うん、強度感は一緒にはしてるとは思うんですけどね。あ、止めてきましたね、はい、耐えろ耐えろ、さあここちょっと力を使う一手、右足、さあ左に握るね、ポジが残っているか、はい、クロスは大丈夫そうですね。ここからも結構距離ありますね、この大きい動き、おお、足を、足が最後まで悪い、すごい、あーすごい、いや執念ですね、執念すごい、いやよかった、いいトライでしたね。ちょっと時間的に厳しい、うん、あ最終、すごい、最終課題もね、あのスターシャ選手も足上がってたんですけど両足、はい、
ちょっと時間がなかったですね。さあそして第一課題は注目選手の一人出てきました、予選 A グループはロシアのユリア・パンテリーワ選手、はい、そして B グループ一番左は日本の梶間智子選手です、はい、おそらく出場選手中最年長ではないでしょうか、はい、にしてそして身長もすごい151センチ、151センチでワールドカップの課題、はい、スタートこれ飛びつかざるを得ない。そうですよね。いや本当に勇気づけられる人は多いと思いますよね。ただこれ梶間選手 B で見てみたいですね、はい、この真っ向系が多い中、そうですね、距離どう対応してくるか、あの黒い課題見たいですね、はい、ここもかなりリーチが出るんじゃないですかね。大丈夫、問題ない、うん、大丈夫ですね。ここからは落ちる要素はないですね。梶間選手大丈夫ですね。素晴らしい、はい、そして真ん中付近が日本勢としては気になる、はい、伊藤双葉選手、これをね着実に仕留めると相当いいですよね。そうですね、結構隣の小竹選手は上部まで行っていたんですが、そうですね、上部のゴール取りですかね、はい、落ちてました、ね、ここまでねすごいいい感じで登れているので、うん、ここを決めてね確実なものにしたいですね、うん、ヨハンナ選手体強すぎる、うん、第4課題しかし落ちてしまいました。さあ伊藤選手やっぱりここのショーナポイントを使ってますか。こう下から押し続けて、うん、はい、足を押し続けて次もねこの手はね悪くないと思うんですけど乗り切る、結構ここも難しいな。隣の課題は小竹選手映ってないですけど今は、はいはい、初手がランジなんです ね、 そうですね、ここの左手の部分にね、ここのね遠いところも止めてきて、はい、ゴールちょっとあれ若干たるいんですかね、あれでシリーズいくつかありますけど、ああ回り込んでいく感じなんで、うん、実際見た感じよりは距離感が、そうですね、しかも右手も抜けてくる方向、うん、しかもあのムーブ以外にはちょっとどうしようもないですから、うん、ねじ伏せてほしいですね。そうですね、足は残らなそうですもんね、ゴールに行くときはね、うん、ところリザルトはあれですね、はい、A グループが面白いことに、はい、3選手が完全に並んでますね。ファニー選手あの5のそうですね、5冠と7アテンプトでカーチャ選手、ファニー選手、野口選手が並んでますね、はい、B はどうですかね。 B は野中選手がトップになっています、はい、唯一の5冠と。アラーナイップ選手でしょうかね、強い。さあ小竹選手ここあそこはちょっと足もね残しきらないで難しいのか、どうなんだ。やっぱり B のこの最後の、うん、これそのムーブ5分で登るのがハードですね。これはサソル選手はゾーン取りましたね。でも、はいはい、
ソル選手はここまで4完登しているので、うん、まあ、この後波乱がなければ通過するんじゃないでしょうか、はい、かなりアテンプトは出していますが、さあそして次世代を担う日本選手2名が出てきました、はい、A グループが東京の菊池咲選手、そして B グループが中村真央選手、はい、それぞれ先日の鳥取のボルダーではユース大会ではもうね、まあ、圧勝と言ってもいいぐらいのパフォーマンスでしたね、はい、なんかあの印象的には、はい、真央選手はすごいなんかかなり上がっ、はい、なんか去年と別ぐらいまで、はい、すごい強くなってるっていう印象があって、はいはい、すごい見てるんですけど、なんか本当にこうなんか目つきというか表情というか、うん、すごいこう一本一本に集中してる印象があって、そうですね、でパフォーマンスもすごい良くて、うん、こう中村選手は、はい、あの、まあ、緩い傾斜では本当にトップ選手を脅かすような活躍を結構前からしていたんですけれども、うん、はい、もう今年入ってからもう関係なく強いですね、なんか全てに強い、そういう感じしますね、うん、経験もそして積んでて、はいはい、あ、うまい、で菊池選手はもう本当にこう天性のクライミングの才能があるっていう印象を受けますね、はい、動きが運動神経がいいのか、この2人はねもう準決勝にはまず進んでほしい、うん、盛り上げてほしいですね、いい滑り出し、はい、2人ともいい滑り出しです、はい、こう後継者の黒い課題2課題目も難しいですし、緩い傾斜も最終課題にも魔物が潜んでいるの で、 そうです、ね、B の方がもしかすると通過ラインがもしかしたら4冠、うん、3冠になりそうな気がしてますね、うん、今のところ、そうですね、うん、緑も難しいですもんね、真ん中のそうですね、緑今双葉が登れなかったところなんで、やっぱあのゾーン取りとかもショナも結構苦戦してたりとか、はい、前半のあのハリボテのトラバースする、はい、横に移動する部分とか結構難しいですね、そうですね、3課題目なので、このセットだと A、B ともに第一課題はもう確実に取らなければいけない、はい、さあ尾根選手はここまで2完登なので、なんとかここは登りたい、わーシビア、うん、ここね精神力も問われますね、取らなきゃいけない場面でこのシビアな課題、うん、足を上げて、さあ残り1分、B のこの3課題目もここですよね、はい、ここで吐き出される感じ、うーん、ラストも悪いですね、今青い課題、悪い、ちゃんなんかもう悪いですねやっぱりこれが結構いいのかもしれない、乗り切るよりは、はいはいはい、ポンと行って立っていっちゃう、うん、広角なんでね、多分うまく入ればそれでも止まる、さあ残り4秒、あーっと
さあ続いて、日本選手出てきましたね、グループ A 倉奈々子選手、愛知の選手ですね、はい、倉選手もねかなり若い頃から特にボルダーを中心に活躍していて、そうですね、前回 の、 あの中国の大安戦で、うん、もしかすると決勝に行くかなっていうぐらいもう本当ちっちゃい頃から僕もノースフェイスカップに出てるのを見てて、うん、はい、あのお父さんとかともあの会うと話すんですけど、はい、もう本当になんかサポートし、うん、ずっとちっちゃい頃からお父さんも サポートしているんだなと思って、本当にキャリアとしては相当長いですよ ね、 すよね。そして第1グループ第1課題はアメリカのシエラ・ブレア・コイル選手も登場しています。インスタグラムなどで、ね、とても有名ですが実力もある選手ですね、はい、さあここは小竹選手と伊藤選手が並んでこの課題、あと伊藤選手はこの課題に登れるととってもいい感じですね。そうですね、準決最後もちょっと、うん、ぐっと近づける、ちょっと最後の課題もそんなに気負わずいけるので、いや強い力強さ、足上げ、そうですね、力強さありますね。これもね、このフィクションのホールドも持てるところをねちゃんと知っていると、最後も難しい、最後左ヒールの方がいいんでしょうかね。野口選手はヒール出してましたね。そうですね、でもなんかその右手の位置と左手のヒールの位置が狭くて、狭いですね、確かに。そして川島選手ちょっと映ってなかったですけど、はい、身長関係ないです。すごいパフォーマンスしてたな今151でも止めます。止まってましたねすごい。いやでも川島選手は大好物な課題の一つでしょうね、あの手は、はい。ここもね小竹選手、はい、ここからすごい効かせて足を上げて体を入れていく、この真っ向勝負の中にもバランス崩してきますね、この課題、うん、でその最後のヒール、さっき言ってたヒールなんですけど、うん、この今持ってるオレンジのホールドと、はいはい、奥の黒のホールドが縦なんですよね、うん、結構確かに。なんでヒールをかけた時に体重が落ちるようなヒールっていうよりは、まあ、多分足を開いてこう挟んで、うん、はいはい、しっかり足に力も入っていながら上に、しかし右手は下引きしたい、うんうん、難しい。おっとここまで入ってくるとやっぱりなんか縦だから抜けてきますね。倉選手感動しました。なんでやっぱ書き込みたくなる気持ちも、はい、まあ、分かる。いやこれは登りたいでしょうね。登りたいですね、この2人もやっぱり絶対。ただこれひょっとすると2冠のアテンプトで通過にはそこまではならないのかな。かなり難しいですよね、この終盤の同じ課題も。なんか見た感じ B が割とやっぱり、うん、まあ、A もそうですね、苦戦してきてますけど、2冠とでボーナスかゾーンとアテンプトでももしかすると、はい、さあもうここ勝負ですね。実質上これがラストに近い。そうですね、しっかり足で書き込んで素晴らしい、はい、すごい貫きましたね、うん、ガチポーズ出ましたね。よかった、よかった、よかった。いやすごい。そしてこれはでも大きいな、小竹選手にとってはこう若干プレッシャーありますよね、今ね隣で。でももうね幾度となくね、ゴール手前まで行ってるんで、まだある、まだある。やっぱりこのガストン止めが相当、うん、あの左手の向きと、ね、右手のガストンがぐっと効かせるのが難しい。で一回上まで行ってるじゃないですか。そうですね、相当体力が吸われている感じがします。もう最終課題なのでちょっと時間ないですけど、うん、頑張ってますね。
さあ続いてはオーストリアの、ユリア・ピンギラ選手とドイツのヨハンナ・ホーフェルト選手です。はい、もう今各グループこれで15人出てきているので、はい、この34歳、あ、これ世界ランクですね。ランクですか、びっくりしました。そうですよね、若いですもんね、見た感じ。そうです、さあこの若手2人、お、力強い、力強いですね。カイラ、カイラですよね、はい、この選手相当フィジカル強い、強いですね。もうなんか、はい、なんともないわよっていう感じでしたね、はい、ちょっと樋口選手はちょっと変わったホールディングで上をラップしてましたね。うまいな。さあここから迷いがない、うん、余裕もある。左ヒール先かけると、右足残しきってますね、うん、足上げるときにちょっとバランスが、ね、うん、崩れる感じがするんで戻した。これ届けばかなりいいムーブ、いいですね、落ち着いてますね。うまいうまいうまい、あ、バッチリです、うん、素晴らしい。いや今の手順も、まあ、考えていったのが現場処理なのか、もう自然と良かったですね。一回手を戻して足を置き直すっていう、素晴らしいですね。強い選手いっぱいいるな。素晴らしい、強いですね、はい、ミカエラ・トレイシー選手、嬉しそう、嬉しそう、はい、さあ、あのね、第2課題の中村真央選手が、うん、あの黒い課題ね、どこまで対応できるのかを、そうですね、見てみたい、止めてほしいですね。さあ、さあ画面に映っている中村選手、ここもやっぱりね、すごいマッチしてきた。あ、いや、やっぱりね、リーチなんですよね、結構ね、こうフルもに近いもうピンピンの状態から距離を出してさらにピンチを止めるっていうね、うまい。お、ブルック選手ですかね、来ましたね、うん、今あっさり乗り込んでましたね。あーっとですね、おっと、このムーブ、ね、出した人もいましたけど、うん、やっぱり左手が、うん、なかなかこうもっと大きい選手だったら、そうですね、もしかしたら行くかもしれないですけど、うん、左手の抜ける方向になっちゃいますもんね、はい、よっぽどですねこれはね。頑張ってほしいな。いけ、あー惜しい、うん、これはもうセッターからのメッセージですねこの強度の一手を止めてこいっていう、ワールドカップ、それがワールドカップだっていう印象を受けますね。これやっぱりコンタクトした瞬間、もうバンって当てた瞬間にピンチしてないと割りかし止まらない感じですね、うん、はい、ピンチしてグッと右手も引かないと、かつ多分左手をそのしっかり親指で持っとかないと、うん、抜けちゃいますもんね。そうですね、勝ちっぽく持ってると外れますよね絶対、うん、やっぱり親指が回ってないと止まらないイメージありますね、うん。さあ、そしてまた日本選手が出てきました。左側、
和歌山の杉村彩子選手、はい、そして、A グループ右側の方はアメリカのミーガン・マーティン選手です。杉村選手もね、前回大会準決勝行っているので、はい、このねホームのアドバンテージを生かして、とてもね落ち着いている表情ですね、うん、そして直三がもう完全に気になっているのは伊藤双葉選手の最終課題。いやしかし、はい、伊藤選手がねこのあの伊藤選手がこの課題をね、はい、どう登ってくるか、ほとんどカウント出てないですよね。この B の課題は、すいません画面に映ってないんで見ちゃったんですよ。あー、はい、大きい。下足から届くと A の4課題目はだいぶ難易度がありますね、ゴール取りが、うん、結構大きい選手とかはもう 下から飛んでますね、うん、あの上のビスを使わずに、はいはいはい、あの赤の課題ですけど最後のゴール通りですね。さあ杉村選手も順調にここまで、あ、これは映ってませんけど、はい、今あのちっこいの止めてますけど、伊藤選手がね、いいところまで来ますね、はい、すいません、はい、川島選手これも登ってきた、これは行きますね、勢いありますね。川島選手はこれで三冠と、かつアテンプトも割と少ないですね、はい、さあ伊藤選手このムーブをやっぱり選択したくなる、ただ柔軟性でこれただ右、これやっぱり厳しそうだな、右膝が、お右膝が開いたまんまで上がれるんですかね、これなんかその立ち上がりきった時に、まあ横隔なんですよね、ちょっとこう入れる感じで足を上げづらいっていうのでまた戻ってきてますけど、でもこここういう風に行きたくなる、いや絶対そうですよね、はい、ああなるほどなるほど、そういう想像を働いてますね今コーディネーションで止める、うん、コーディネーションに耐えうるほどのホールドなのか、うん、でも今コーディネーション選んだってことはあそこにやっぱ足を上げれないっていう風に踏んでるんで、そうかもしれないですね、はい、やはりそこですよね。そうすると強度的には野中選手が選んだように右手をプッシュして左足を上げる方が、伊藤選手この出だしとかはもう難なくいってますね。さあどっちのムーブで選ぶか、さっきのねコーディネーションちょっと感覚を得てるんだとしたらもう一回やるか、そうですね、もう一回多分トライしてくる雰囲気ありますね。しっかり左の肩を効かせたい、これは止まります。いやでもやっぱり想像し、その野中選手のムーブが多分頭の中には出てきてない、うん、とそれしかない、うん、それしかないっていうぐらい立ち上がり悪いんでしょうね、うん、はい、立ち上がりきれないぐらい結構難しい。さあ残り30秒、フラ選手は第2課題、この課題もねバランシーですよね、うん、うまいうまいうまい、あーっとちょっとね時間もなかったので、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。ただ、まあ、伊藤選手ね3完登して、はい、
ボーナスのアテンプトもそこまで悪くないので、はい、おそらく、はいはい、じゃあ僕あの本業に戻ってもいいですか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、チョクさんでした、ありがとうございます。さあ第一課題出てきたのは向かって左側 B グループがシンガポールのバネッサ選手ですね。日本にも、かなり来ている、日本の大会にも出ていたでしょうかね。そして右側がもうこちらはクライマーにはおなじみじゃないでしょうか、韓国のキムジャイン選手。リードが本業でもう何度ね世界のタイトルを取ったか分かりません、キムジャイン選手。ただボルダーも決勝経験があるね、非常に強い選手です。さあキムジャイン選手はちょっと他の選手とは違った動きで、バネッサ選手完登です。映っているのは日本の若い選手2人、右側が中村真央選手、緑の課題、左が菊池咲希選手、赤い課題です。はい、そしてここでですね、先ほどのチョクさんの後さらなる豪華ゲスト来ていただきました。本大会のセッターに入った松島明人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。毎度毎度ありがとうございます。久しぶりですね確かに久しぶりですね、はい、セットお疲れ様でした、はい、まあ、お疲れ様というかまだここから、はい、疲れてます、はい、実は昨日も終わったのが12時過ぎてまして、はい、結構疲れてますそれはもう結構そのみんなで詰めていくような感じで、それもあるんですけど、はい、去年もこの八王子でセット入らせてもらって、はい、去年より、ね、セットの日数が1日短いんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。なのでまあやっぱり去年も余裕はなかったんですけど、はい、やっぱりそれよりちょっと1日短いのでかなりタイトなスケジュールの中でセットをしているという感じですね。セッターのその人数的には、人数的には今年は8人でやってるんですけど、はい、去年はちょっといろいろ途中で体調崩したセッターもいたんで、はい、ちょっと入れ替わったりあった、はい、あって、まあ、あんまりそのトータル的には変わってないのかなっていう気がしますけどね。先ほどのチョクさんとも話したんですけど、はい、やっぱり日本の予選って気合入ってるなっていう印象を単純受けるんですけど。あ、本当ですか。おそらくセッター、日本のセッターの方には松島さんも含めて海外のワールドカップとかでもセットとかされてたりすると思うんですけど、セッター的には変わんないです。日本の方が明らかに単純に言うと面白そうだみたいな思うんですけど。こっちの方が面白そうな。あ、日本の方が。日本の方が。海外は決勝とかになると豪華なんですけど、結構予選はこうシンプルなというか、パッパッパッっていうのが多いかな。おそらく協賛してもらってるホールドのクオリティが高いからだと思うんですよね。そういうことですね、はい、本当にすごいたくさんあって、うん、まあ、今年すごい量だったんですよ。そうなんですよ。その協賛していただいたホールドが、うんうんうん、もうこれでお家立つんじゃないかぐらいの量があってそういうことですね。なのでかなり豪華にやっぱり予選からできてると思うんですよね。確かに何か予選からこうオールスターなホールドが勢ぞろいですよね。逆にありすぎて本当に迷っちゃうぐらいですね。中村真央選手完登してきましたね。中村選手今年本当に調子いいですよね。強いですね、うん、すごい。この間鳥取のユースボルダーもちょっとずっと見てたんですけど、はい、すごいいい登りしてて、圧勝っていう言葉がもう似合うぐらい、本当にこの1年間ですごい成長したなって思いますね、うん、そしてあと
結構その、まあ、第一課題こそ多くの選手が登ってますけど、はい、もう2、3、4、5はどの課題もそうですね、まあ、本当の、ね、最トップはボカンとしてきてますけど、はい、ひょっとすると、まあ、2関東のアテンプトボーナスだとさすがに厳しいのかな。でも3関東で3関東でなんか残れるような気がしますけど、ちょっとまだ ね、 そうですね、あの人数残ってるので、結構ちょっとシビアに行こうみたいなのとかもあったりとかするんですか。やっぱりあの今年スイスから、はい、あの来てるチーフルートセンターの、はいはい、マニュエル・アスラ、マニューを中心にやってるんですけど、はい、まあ、やっぱり彼の課題は、はい、課題、まあ、厳しいですね、うん、非常に、うん、なんかそのよくマニュエルの課題はその切れてるみたいなことを聞くんですけど、もうちょっと具体的に言うと単に難易度っていうことなのか、どういう感じなんですか。そうだな、まあ、難易度ももちろんちょっと高めなんですけど、はい、あの自分自身マニューがすごい登れるんですよ、はい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 、だからもしかしたら彼本人は簡単に感じていやこれぐらい全然楽勝だろうっていうぐらいの感じなのかもしれないですね、はい、めちゃくちゃ強いって言いますよね。いや今回セッターの中で多分一番強いですそりゃすごいですね、はい、もうすごい強いですよ。さすがにチーフでみんな全員まとめて、はい、昨日の夜はかなり疲れてましたね。もう顔に疲労が見えました。まあその強さももちろんね、その課題を作る上でのまあ必要というか、まあわからないですけど一つの要素になりますよね。そうですね、うん、まあやっぱりチーフが違うと、はい、あの作っていく過程も全然違う感じで、はい、結構去年チーフだったクリスは、はい、結構チーム一丸となってまとめていく感じなんですけど、マニュはなんか結構多分日本人のセッターのことを結構信頼してくれてると思うんですよね。なのでまあそこまですごいチェックは入らないというか。そうなんですね、でも逆にこっちがプレッシャーなんですけど、ね、あ、はい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 、いやでも予選はどの課題も、うん、見応えがあるような、うん、まあ気が抜けないような感じですね。そうですね、はい、そして結構鬼門になっているのがまず一つが今ちょうど映ってますけど杉村選手のこの黒い課題が、うん、本当もう強さがないと。そうですね、もうフィジカル系なので、うん、2課題目できる子はできると思うんですけど、うん、そうですよね、やっぱり結構厳しいと思いますね。これがなんかもうこういうの一本あるといいなみたいなのがすごいで、結構あの、まあ、今回そのチーフのマニューと、はい、あとイギリスからパーシーっていうセッターと、はい、スロベニアから女性のセッターのカチャビドマーっていう人が来て一緒にやってるんですけど、はい、やっぱり結構なんか日本人ってフィジカル系のこういう課題って作れるじゃないですか、はいはいはい、結構なんか外人はあんまりこういうのを作るのが苦手みたいで、なんか全然フィジカルでいけみたいな感じでしたね、はいはいはい、あ、いいですね。でもそれこれが多分、うん、底力が出て、まあ、力がいりますね、はい、そしてあのミラーになっているこの4課題目5課題目も、はい、パッと見たときに結構これ登りやすいのかなみたいに思ったんですけど、バランスも悪そうですね。そうですね、上部で結構崩されているような、うん、で B はここで崩れると最後にあの一番右のスラブが待ってるっていう。そうですね、一回崩されると結構取り戻すのは難しいような、うん、すごい構成がすごいいいなと思いますね。田島選手もねちょっと苦戦してますね。ここまでね非常にいい登りですが、あとやっぱり結構遠いと思うんですよね日本人には、うん、結構僕がやってても女子の課題遠いなって思うこともあって、はい、やっぱりあの一番左端の1課題目なんかも結構スタートの位置高いじゃないですかあの自陣してました、僕も微妙に背伸びしないと届かないぐらいなんで、はい、結構やっぱり
BJC と大きく違うのはやっぱ距離感がワールドカップの方が全然遠いなとは思いましたね、そこはそのチーフなどからさすがにこの距離まで抑えろとかあるんですか、特にはないんですね、全然何も言われない全然言われなくてもう関係ないですね、そうですね、面白いですねそれ、DJC はさすがに気にし、しました、しますよね、はい、うん、もうワールドカップはもう、まあ、なんかある程度好きにやっていいぐらいの感じで、うん、じゃあこれは遠すぎるだろうみたいなのもそんなに、うん、そうですね、ただやっぱあまりにも極端に遠すぎるやつ、はいはいはい、寄せたりは近くはするんですけど、うん、でもやっぱり彼らもその辺の距離感は分かってますよね、うまいですよね、微妙な距離、そこはじゃあ日本人選手がこう苦戦する一つの要素になるかもしれないですね、距離は苦戦するのかなと思いますけどね、確かにね、この赤い課題もあの小竹選手とかね、ゴール取り、うん、すごい苦戦して、うん、選手はねどう処理してくるのか、あと足位置が結構深いんですよやっぱり、そう、それはすごい思いましたね、手もまあ遠いんですけど結構足が深いですね全体的に、そこはこう特に外国人セッターがっていうことですよね、はいはい、彼らにとってはでもそれがナチュラルなですね、うん、まあでもねワールドカップはそれで他の、ね、まあ、でラウンドも戦うわけで、うん、それでなんかまあ、普段ライブ中継ワールドカップのライブ中継見るんですけど、はい、今回実際直に選手見ると、はいはい、結構女性の選手大きい選手多いですね、確かに多いですね、本当にこの赤の課題どの選手だったかな、この下の今の左足にほとんど残したままゴール取っていて、うん、ものすごい大きいですね、なんか僕身長166センチなんですけど、はい、なんか全然僕より大きい選手たくさんいるなと思って、確かにそんな中 あそこも左足をかき込むか下からドーンってこういけるかでね、そうですね、であれも結構終了点に行く前のホールドがピンチでちょっと厚みがあるので、はい、結構出づらいと思うんですよね、中村選手はちょっと違うムーブを試みているのか、キムジャイン選手ね、小さいといえばね、このキムジャイン選手も相当ね身長は小さいですが、あっと惜しくも今回ちょっとはい、BCC からちょっと壁の形状を若干変えてまして、はいはいはい、はい、まず真ん中に今A グループの3課題目のところですか、はい、あそこに新しく壁が増設されて、ああそうなんですね、なんか1課題分ちょっと多く作れるんで、はいはいはい、結構いいですね、結構外人セッターもどうって最初に聞いたらすごいいいって言ってくれて、確かにです、それがなかったら5課題って結構、そうなんですよ、結構タイトになっちゃって、うん、直上に近いような形になっちゃいそうですね、やはりねその距離のところなのか、うん、後半の課題苦戦して日本人選手多いですね、でも今年はヤンヤ選手がちょっと後半というか最初しか出ていなかったのもあって、そうですね、野口選手、野中選手めちゃくちゃず抜けてるじゃないですか、セッターはもう、まあ、今後の準決勝決勝だと思うんですけど、
まあ、率直に言うと差がありすぎて決勝とかの課題を作るのが難しいんじゃないかなって思って、どっちに合わせるかみたいなの で、あまりにも強くないですかあの2人が。すごい強いですね。しかも安定してますよね。そうですよね。すごく苦手もないし、まあ明日の準決勝決勝は楽しみですね。楽しみにして出てください。楽しみです、はい、ただ日本ラウンドだとそこはこうなんか波乱を起こすような課題、うん、シビアな感じになってくるのかなみたいな、ちょっと楽しみですね。そしてこの鹿島選手がトライしている最終課題、これ完登率だと最難に近い。そうですよね。でしょうかね。先に黄色に右足を上げて詰まってしまうような選手がちょっとこれもやっぱ遠いと思うんですよね。ちょっと倒れ込むような感じでいくと思うんですけど、はいはいはい、田島選手はこの最後は登れるとかなり、ね、安心して明日につながるんじゃないでしょうか。さあここ先に足上げるのか取りに行くのか、とんでもないムーブを試みていきましたがこれって、おっ、あ、でもできそうですね。すごい、ああできそうですね。できそうでしたね。あれで左手届いちゃえばいけそうですね。杉村選手の課題もあっさり選手とちょっとね苦戦しているような選手が、あ、第一課題、さあ鹿島選手残り1分ぜひ登ってもらいたいですね。登ってもらいたいですね。さっきのね面白い試み、おー、でも変えてきましたね。わっと、すごい飛びつき。ではここでですね、松島明人さんに加えてもう一人スペシャルゲスト来ていただきました。ただいまね競技を終えて、予選1位通過をした野口啓代選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、五冠と素晴らしい成績でしたね。どうでしたか競技を終えて。そうですね、前回の中国戦から今回2週間経ってるんですけど、はい、ちょっと私自身、コンペ感をちょっと忘れていて、はい、最初集中しきれてない部分だったかなと思うんですけど、はいはいはい、3課題目くらいから集中し直して、はい、最後一撃で終われたので良かったと思います。
そして最後も尻上がりにバシバシバシと決めてきましたね。そうですね、ちょっと幸先の悪いスタートではあったと思うんですけど、はいはい、最後はいいフィーリングで終われました。ちょっとあのセッターの松島さんもいて言いづらいこととかいろいろあるかもしれないですけど、そっちに課題の印象どうでしたか？そうですね、結構裏でみんなも言ってたんですけど、日本戦予選からかなり締まってるなという、予選からすごい難しいっていうことは言ってました、うん、全体的に他のあのラウンドに比べて難しい感じですか？そうですね、中国戦よりも日本戦の方が予選からの難しいというか結構トリッキーでオンサイトしにくい課題が多かったと思います。だそうです。まあやっぱりチームが強いんでね、うん、なんかポジションと足がすごい悪かったです、はいはいはい、ポジはそんなに悪くないと思います。まあでも先ほどもちょっと松島さんとも話したんですけど、結構他のラウンドこう予選と準決勝で全然違うというか、はい、予選は割とこうシンプルなポンポンポンっていうのが多いですけど、はい、なんかこれ他のラウンドだとそのまま準決勝ですでもこうなんかおかしくないようなシビアさだなみたいな。そうですね、強度は、ね、違うのかもしれないですけど、強度は低かったと思うんですけど、シビアさであったりあと会場の雰囲気がなんか予選にしてはちょっと締まってるなっていう風に感じましたね。印象に残ってる課題とかあります？これがちょっと肝だったとか。そうですね、 A グループに関しては1課題目がすごい難しいなと思いました。はい、そうだと思いました。逆にあのスラブ、同じスラブなんですけど3課題目の方が登りやすいと思いましたね。あと逆に4課題目5課題目ってそんなにシビアさはなくて、割とあの普通の、まあ、ジムにあるようなクライミングだったので、はい、1、2課題目でちょっと、メンタルをやられてしまうとその後も厳しい、はいね、はい、そういうグループでしたね。確かに A は最初から3つともちょっとゆる傾斜のシビアっぽいのが3連発して、はい、揺さぶられるような感じを。そうですね、逆に出てる選手としては1課題目で簡単なコーディネーションとかで思いっきり体が動かせてリラックスできる課題の方がやりやすいんですけど、はい、今回1課題目から行きたいけど行っちゃいけないみたいな課題だったので、ちょっと本当にメンタル的に難しいラウンドだったと思います。確かに野口選手が1課題目のゾーン止めた時にこう体で合って耐えた時に、はい、そうですね、まだ本当にスイッチが入ってなくて、あ、1課題目からこういうのはすごい嫌だなと思いました。なんか思ったのは結構セットしてて、はいはい、女子でも結構距離が遠いなって思ったんですけど、はい、そうあんまり感じないですか、距離感は？このラウンドに関しては、このラウンドに関しては中国戦もそうだったんですけど結構縦に遠いですね。足が深いというか、結構身長差で難易度が全然感じ方が違うだろうなっていう課題が最近女子では多くて、結構ファイナリストも身長が高くてリーチの長い選手が多いんですけど、逆の B グループも美穂はそこまで小さい方ではないんですけど、美穂でかなりパツパツというかかなり距離を出して止めてるなっていうのが印象的でしたね。はい、あんまり多分日本人の背の低い選手は結構厳しいのかなっていう。そうですね、なんか距離出しができるっていうよりも本当に身長が大きいと楽に感じるっていう課題が多いし、多分セッターもあんまり女子だからっていう風に最近は作ってないんじゃないかなと思います。そうですね、ワールドカップに関してはそう思いますね。そうですよね、やっぱり BJC は結構女子の課題に関しては結構リーチは気をつけたんですけど、はい、まあ、ワールドカップはまあやっぱりね、そうですよね、世界から選手来るんでね。そうですよね、結構中国戦とかの決勝も一番小さいのが美穂で2番目に小さいのが私で、あとみんな170センチオーバーみたいなこともあって、最近は本当に長身の方が有利っていう傾向になってますね。なんかあるんですかね、それはセッターが。いやー、どうなんですかね。まあ、僕はやっぱり現役の時からまあ身長も多分今変わらずこの身長でやっ、はい、ずっとやってきてるんで、はい、まあ、もちろん小さい選手にもねもちろん登ってもらいたいですけど、なかなか距離が遠いなと思います。
そうですよね、多分小さい人とか真ん中に合わせちゃうと大きい人が飛ばせたり、結構初戦はそういうことが多くて、なんかコーディネーションのところなのに届いちゃったり、あとは飛ぶムーブをさせたいんでしょうけど飛ばせちゃったりっていうのがあったんで、そういうのもあってだと思います。まあ、そのさせたいムーブの要求が上がってきて、それをさせるためにまあ結果的にそうなってるみたいな、そういうことなんですかね。予選を終えて疲れ的なものはどうですか？疲れは感じてないですね。まあ、いつも予選はそうなんですけど、あんまり体の疲労というよりも、まあ、緊張感だったりこの雰囲気でなんか頭が疲れるというか精神的にちょっと疲れる感じです。特に野口選手この中学ラウンドから優勝優勝で、はい、すごく調子が上がっていると思うんですけど、はい、何かこういつもとちょっと違うところとかこの連続優勝の自分の中でこう鍵になっているものみたいなものってあったりします？そうですね、初戦2戦目が両方とも3位だったんですけど、まずその初戦2戦目の時点であの優勝できる実力はあるのにちょっとファイナルでいまいちあの勝ちに行けなかったり集中しきれてないなっていうのを感じたので、まあ3戦目4戦目であの本当に決勝で優勝するために登るっていう風に気持ちを切り替えたり、ちょっとシーズンが始まってからはあんまりフィジカル的に強くなったりあのもう肉体的な変化はほとんどないと思うので、はい、本当に気持ちだったり戦い方を変えて3戦目4戦目で優勝できたと思ってます。そういうことですね、メンタル面が。はい、まあ、去年ねここで2位だったから、はい、今年はもう一つ上の順位を。そうですね、あとは本当に私がこの2年間優勝から遠のいていたので、まあ、中国戦で本当に八王子前で優勝の経験をして、まあ、自信を持った状態で八王子になんか臨みたいなっていうふうにも思っていて、まあ、今のところ結構順調に来ているので本当にあとは明日の本番で発揮できるかどうかかなと思います。やはり、まあ、一番の、まあ、ライバルというか注目すべき相手は野中選手ですか？そうですね、日本人同士になってしまいますが、はい、もうフィジカル的にもその勝負力的にもやっぱり美穂はダントツで抜けてると思うので、私も あと決勝で戦っててすごい楽しいですし、いいですね、またなんか一騎打ちに持ち込みたいなっていうか、はい、その勝負を楽しみたいなと思っています。登ってきましたね、シエラ。すごいシエラ。これも野中選手と同じ左足から先にゾーンに上げるムーブでしたね。先ほどもちょっとこの中継外で言ってましたけど、 A と B でまあ、難易度というか A の方がちょっと登りやすいような感じになっているんでしょうかね。多分 A の方が登りやすいですし、あと関係者が A の方が多くて、うん、はい、最初の3つ確かにそうですね。そうですね、ちょっと課題の傾向に差があるかなっていうふうに感じました。なかなかそういう調整も難しいですね。そうですよね、なんか終わってみてリザルトを見ないとわからないですけど、結構これが男子とかあとはなんか予選通過がギリギリのラインの人にとってはすごい大きな差だなと思います。難しいですね。難しいですね。確かに A の方が関係者が多いけどその分 B の方が関係者の難易度が高いっていう感じになってる。そうですね、
確かに野口選手、野中選手は1位通過ですが、その後日本勢はそうですね、現状何名かはね、あのラインの上にいますけど、苦戦している選手もね多いですね。そうですね、ちょっとやっぱり課題が遠かったり、あとはそんなになんか日本人が得意なタイプでもなかったと思うので、外人選手の方が、まあ、得意なラウンドだったかもしれないです。そして第一課題も日本人選手がねまた2名出てきましたね。坂本愛理選手が右側の A の課題で、画面左が小島香里選手。確かにまさに今のスタートね、橋本さんがちょっと背伸びしなきゃ届かないっていうところが、いや遠いですよ。はい、まあ、ただねワールドカップなのでそういった課題で戦わなければならないということでしょう。坂本選手がこの、ね、ちょっと緊張感を要すると野口選手も言っていた第一課題。あれは緊張感ありますね。ここ結構緊張感ありますよね。あとこれゴールでもね何人か落ちている選手も、そう結構どの課題もなんか終了点取りが遠かったり、あとゴールマッチまで気が抜けない課題が多いですね。はいはいはい、あ、素晴らしい坂本選手、いい感じですね。なんか他に注目してる選手とかいますか？注目してる選手、日本人でってことですか？いやいや、外人でもいいですよ。あ、外人選手ですか？なんか、まあ、ヤンヤが出てないこともあり、はい、かなり2人が独走状態なんで。そうですよね。そうですね、まあ、それはもう本当に引き続き2人でなんか優勝争いしたいなっていうのがあれなんですけど、ただ、今回傾斜が本当に緩いので、ファニーとかはすごい得意そうで気持ちもすごい入ってますし、予選からなんか集中力が高いなっていう風に思いましたね。まあ、あと今回私はどの子か分かんないんですけど、アメリカでコンバインで優勝した子がワールドカップ初参戦してるじゃないですか。その子もちょっとどんな登りをするのか見てみたいなって思ってます。どの子か分からないですけど注目してるんですね。はい、ということは名前も分からないですね。はい、予選で探します。ヤンヤが出なかったりするのは、はい、野口選手的には寂しいなみたいな思いもあるんですが、どうなんですか？そうですね、結構ワールドカップをもうずっと私と美穂とショナとヤンヤで最終4人で始まるっていう流れがあったので、その、まあ、ショナが前回中国も出なかったですし、ちょっとショナもヤンヤもいないときはワールドカップ感がないというか、ちょっと寂しいねって言っていて、なんかイベントのちょっとゲストみたいになっちゃってるよねっていう話は見方ともしましたね。まあ、でも そこで確実にね2人で上を居続けるのはねすごいことですね。そうですね、あとはやっぱり日本の観客の方々もヤンヤの登りすごい見たいと思いますし、今回はショナも出てくれてますけど、はい、やっぱりフルメンバーで戦ってるところが、まあ、見たいなっていうのはありますね。なんかペトラ、マニューに聞いたんだけど、はい、ペトラはテストがあるらしいです。そう、ペトラも学校が忙しくてヤンヤも学校が忙しくて、そうですね、うん、すごい残念ですね。本当にだからもう世界選手権のためのワールドカップなのかなっていう風に捉えてます。だから去年のファイナリストが何人いないんですか？2人、ペトラとヤンヤと、ヤンヤ、ペトラ、そうですね、あれもう1名がスターシャかな。いや、ファニーはいましたよね。じゃあ2人いないですかね。
はい、では野口啓代選手、ゲストとして来ていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、明日も、はいはい、明日も応援よろしくお願いします。優勝目指して頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、選手目線もこうリアルな感じでちょっと選手接待は非常に難しいところありますけど、なかなか言うことも言いたいこともたくさんありますけど、やっぱり、はい、いやそうなんかネタバレしてしまうような感じが、はい、私もどこまで突っ込んでいいのかなみたいなのもあって、やっぱりこのぐらいの頃合いになると、はい、なんかどんどん壁からはけていく選手よりもやっぱり壁の中にいる選手が多くなってきますよね、はいはい、だいぶ、まあ、差はありますよね。今が10名ぐらいですかね、出てくる選手もう残り10名ですね、そのぐらいまで来ていると思いますね。まあここからまだね、日本人選手も結構多いのと、まあ、ちょっと何名かね、外国人選手でもちょっと注目する選手もいるのでね。あ、でも日本人選手はもう残り少ないんですね。そうですね、金子選手、バンバ選手まだいますね、まだ5名ぐらいいますね、はい、すいません、小田桃香選手も金子桃香選手もいます。現状のリザルトだと、三冠投でもグループ A だとちょっとアテンボーナスの数アテンプトで進めない選手もいますね。なんか結構今のところリザルトだけ見るといい感じなのかなという気が、うん、あ、そうですね、うまくばらけてますよね、うまい感じに。そう、あと今回、はい、壁の色をちょっとグレーにしてみたんですが、どうですか。あれ前回白でしたっけ。白、あの BGC の時は、はい、まあ、グレーにしてくれと結構言ってたんですが、はい、あのよく見るとあれグレーだったんですよ、薄いグレーだった。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でもまあ白でしたよね。ほぼほぼ。で今回ちょっと濃いグレーにしてもらって、はい、僕結構この色好きなんですけど、はいはいはい、どうですかミッキー的には。いや私も好きですよ、うん、あと結構まず靴の汚れが目立たない、はいはいはい、それありますね、っていうのと、あとは白のホールドも最近結構多いので、今言おうとしました、それを白のホールドがまあ映えるんですよね、はい、結構個人的には、うん、いいかなと思う。そうですね、うん、そこはこのセッター側の意見で結構通るもん、どう誰が決定してるんですかってリクエストしたら通るもんなんです。なんか通りましたね。 それいいですあとあのプロジェクションマッピングの関係で、はい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 、あ、そうなんですね、はい、うん、でもやっぱりあのホールドがちゃんと見てる側も見えるっていうのが、うん、白に白だけの課題で結構ね、分かんないみたいなのもあったので、そうなんですよね、うん、これ、あれですよね、セッターはあのチーフと外国からの2人は発表されてるじゃないですか、はい、日本人から誰が入ってるみたいなのって別に内緒なし、別にこれはなんかあんまり公表しなかったですね。まあじゃあそんなにあれですかあんまりどうなんですかね、はいはいはい、まあでも豪華な、うん、すごいいいメンバーが入っていて、もしかしたらこの後来てくれる人もいるかもしれないですけど、わかんないですけどそうするとじゃ あのクリスの時は去年はあのまあ修正というかみんなで作ろうみたいな感じで言いましたけど、今回は本当に
それぞれがそれぞれ担当に近いような感じ。そうですね、まあ、ほぼほぼ仕上げて、はい、最後にチェックするみたいな。そうじゃあ、それはじゃあもうセッターに詳しい人にとってはこれは何々さんのだみたいなので、ちょっとそういうのって分かるもんなんですかね。どうなんですかね。なんかみんなあの俺は当てたみたいに言ってますけど、本当に分かる。私はあんまり分かんないです。外します。まあそうですね、まあ、分かる人は分かるかもしれないですね。そうですね。そして金子桃佳選手が出てきましたね。身長という意味ではね、割と日本人選手ではある方ですよね、金子選手。そうですね。この第一課題は完登数としてはおそらく最も多いでしょうかね。なんかこの課題も今多分鑑定にホールドが一つついてて、はいはいはい、結構そのホールドから次のホールド、はい、あの青の張りぼてを取りに行くところ、はい、結構遠いんですけど、はい、そうですよね。僕はあのその左手、はい、ホールドを保持した状態からはちょっと届かなかったんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱ届いてる選手もいたんで、はい、本当に大きい選手多いんだなと思いましたね。確かにあのこの確かにその意味ではこれなくても別にそうです、ね、トーフックすらもかけてない人もいますよね、はい、確かにそうすると単純にあることでちょっと左手を上げていかないといけないんですよ、うん、通常であれば。その辺は結構確かに差は出そう、まあ、でも完全な私の個人的意見ですけど、まあ、リーチや身長もクライミング能力のそうですね、もちろんそうですね、うん、もういいかなって最近思っちゃいます。そうですね、あと逆に小さいことで有利になっている場面もあるかもしれないですね。ただ確かに去年あの小竹芽生選手とか、はい、小野彩也選手が決勝に、ね、何度か行ったりしていて、そういった選手が今年苦戦しているのを見ると、まあね、ちょっとあるのかなっていう気も、まあ、しないでもないなと思いますね。さあ日本人選手では梶間智子選手と伊藤双葉選手が、あと菊池咲選手もですね、まだラインの上にいます。さあ金子選手最後この一手もね、ちょっと嫌がってる選手も止めてきた。最後決めたいですね、はい、ナイスですね。さあ小島選手、ここ本当に差が出ますね。あの一手男子の1本目とかであっても全然良さそうな感じです。さあこのスヤブの選手はイタリアのアスヤゴロ選手です。結構この一手緊張感ありますよね、はい、ここあしかし時間的に厳しいか、
さあそして日本人選手再び出てきました。 B の課題、先ほどの金子桃香選手と一緒の課題ですね。バンバカツキ選手です。そして、A の課題はシンガポールのデビージ・ジンタン選手ですね。さあどちらかというとバンバ選手結構緩い傾斜の方が得意なので、この B 強傾斜のね、まず最初2本どう対応してくるか。この一手がちょっとね、遠いんですよね。そしてここ、あ、いいですね。あ、いいですね。いいですね。お。ナイス。思い切りよく動けてますね、これ ちなみにこの最後のボテはちょっと障害みたいな、障害物みたいな感じなんですか、ね、これはどう、あのボテっていうのはあのあ青いやつが、青いやつはちょっと上がはみ出てるんで、そこ隠してるんですよ。そこ隠してるんだ、そういうことです、はい。多分はみ出ちゃったんですね、はいはいはい、いやでもこう本当目の前を有名外国人選手が続々と、なんかちょっといつも接待やってて思うことがあって、はい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 、なんか観客の皆さんとかこういう風に YouTube とかで見てる人たちって、はい、なんかコンペの理想像ってどういうものなのかなって結構思うことがあって、はいはいはい、なんか結構最近の傾向だと、はい、結構登らせる系じゃないですか、はい、でも結構セッターからすると、はい、なんかめちゃめちゃやっぱり登れてしまうと、はい、あんまり順位がなんかアテンプトとかで分かれてしまって、うん、はい、あんまりなんかね気持ちが良くないんですよ、うん、だからどういうのが理想のコンペ像なのかなってすごい思いますね、はい、私個人の意見は一旦置いといて、ツイッターとかでワールドカップの時を見てると、はいはい、やっぱりその誰もゾーンに到達しないみたいな課題とかだと、みんなこう眠くなるとかつまんないみたいなのはあります。確かにそれ、あの決勝とかで4分かける6見せられると30分ぐらい動きはないんで、まあ、ただあのどうなんですかね、私は全員一撃も、全員一撃はまあ選手のこう、あ、まあ、意味がない課題ではないと思うの で、そうですね、いいと思うんですけど、私は全部の課題一人登るぐらいでも面白いですけどね、うん、だからあの BJC の男子のファイナルとかは、はいはい、あの1課題目とか3課題目とかもみんなバンバン登ったのも良かったんですけど、はい、2課題目のスラブで、はい、全然誰も登んないんですけど、うん、よく見てると結構それぞれ違ったり、うん、ゴールに近づいたりとかしてて、で最後にこう藤井選手が決めたみたいなところで面白かったし、うん、最後の課題もあの最後の、まあ、村井選手だけ最初に登っちゃったのでちょっと展開としてはあれだったんですけど、ああいう一人登るみたいなすごい面白いですね、うん、まあ、かつあの
背景を知ってたりすると面白いですけど、ね、そうですね、第2課題もスラブで、あ、このスラブ決勝あの人がセットしたんだろうなみたいなので、うん、今年は関東出るかみたいなとか、そうですね、うん、なんかいろいろ背景知ってると関東少なくても面白いですけど、単に課題として見ちゃうと、まあ確かに出ないと退屈があるかもしれないですね。難しいですね。いや難しいですね、本当に本当に難しいです。でまた選手は選手で感じ方違うと思うんですよね、はいはいはい、やっぱ登りすぎちゃったらちょっと簡単すぎるな、だからもっと難しく作ってほしいと思う選手もいっぱいいると思うし、まあ、あと確かにあまりにも難しくてか、例えばゴールがめっちゃ難かったりして、はい、そこまですっごい視力尽くしたのに結局登れなくて成績変わんないみたいになると、ね、難しいですね本当に、うん、でこの間の、まあ、BJC の男子のセミファイナルなんかは、はい、かなり締めて作ったんで、はい、まあ、2関東で、はい、あの決勝通過だった、はい、決勝に行けたと思うんですけど、はい、だ逆にあれぐらいだとやっぱり難しすぎるのかなとか、でも、うん、そう選手に次の日にちょっと会って聞いたら、はい、まあ、あの石松選手なんですけど、はいはいはい、彼はいやあれぐらいでいいじゃないかみたいなことは言ってましたね。私最近 の, その準決勝とか決勝とかのラウンドの中で、はい、BJC の男子セミファイナルが、はい、あの4課題って意味では一番印象に残ってて一番面白かったです。で1課題目のあの黄色 の, このバンバンっていう課題が確かあれ登ってないといけないんですよね、はい、だけどあれ多分5人か6人ぐらい、そうですよね、あれが絶妙にこれを登った上でどれかを拾うみたいな展開で、確かに、どれか一つ完登者いなかったんですよね。そうですね、最後の課題はいなかったんですよね、はい、だから実質3課題勝負になっちゃったんですよ ね, ですね。とはいえあれももうちょっとで行きそうだったじゃないですかすごい良かったですけどね、あの4セットは。あのそう上田君がでもそういう風に言ってくれるのはすごいありがたいんですけど、はい、多分ね見てる人たちとかは、まあ、そうかもしれないですね、なんか難しすぎたのかなっていう印象が強いのかな。で、やっぱちょっとうちらセッターからしてもやっぱ若干締めすぎたかなって思ってます。だから難しいですよね、本当にコンペの理想像って。そうですね、いや特に、うん、準決勝の1課題目が見事に実力をふるいにかけてて、うん、そうですね、すごかったですね。というね、まあ、松島さんほどのセッターでもそこまで悩まれているというね、苦労がちょっとは視聴者の方に、ね、伝わったでしょうか、はい、まあ、でも面白い競技ですよね、その作る人がいて登る人がいるっていう、なんかこの辺りでこう日本人がちょっとなんかダークホース的な選手がいて食い込んでもらえるとぜひ来てほしいです。面白くなりますよね、中の課題は日本人選手2人が到来しております。野口選手はあの A の3課題目はねすごいやりやすかったみたいに言ってましたけど、野口選手の保持力がすごいそうですね、あったからそう感じているのが割とね苦戦している選手多い課題ではありますね。なんかでも結構日本人の保持力ってすごいやっぱり僕も強いと思ってて、はい、やっぱりリーチがない分そこで補えれば、はいはいはい、十分戦っていけると思うんですよね、はい、まあ、僕も現役時代はやっぱりそういう気持ちでやってましたし、まあ、なんか届かないんだったらもう飛んで止めるぐらいの気持ちで、はいはいはい、
コス選手はあとそれぞれ7名ですかね。小田桃香選手もいますね。そうですね、この次、小田桃香選手、木下茜選手、広重幸選手が、小田桃香選手は、まあ、あの昔は、ね、リードの本当にスペシャリストでしたけど、最近は、ね、ボルダーも復活して大会にガンガン出てますね。でもそう考えると本当にずっと現役を続けている選手すごいですね。野口選手もそうですし、キム・ジャイン選手とか。スタートボイス、スタートボイス。松島さんもまたこう選手として出てみたいなみたいなあったりします？うずうずしてきたりしますか？いや、しないですなんか怪我しそうで、やっぱりその、はいはい、なんか人によると思うんですけど、はい、僕あんまり普段練習って強くないんですよ、はい、で逆にコンペの時に結構爆発的に力が出るタイプで、はいはいはい、やっぱり普段以上に力を出してしまうと、はい、なんか怪我しちゃいそうで、もうこの年になって、で怪我すると仕事に響くんで。そうですねまあ、でもコンペのバカ力みたいな、やっぱ、いや本当にすごいですよ。ありますよ、はい。まあ、もう草コンペのレベルとかの話ですけど、コンペの時に一撃できた課題を後から行ってみたら全然できないみたいな。僕もそういう経験あります。よくありますあります, あります。さあバンバ選手ね、この課題も日本人選手を特に苦しめている。厳しいですね、なかなか。厳しいですよね。なんかでも結構、はい、僕がなんかまたフィジカル系に戻っていくのかなっていう気がしますけどね。はいはいはい、確かにまあちょっとランジ、まあ簡単なランジぐらいありますけど。そんなにバンバンという感じで。そうですよね。いやでもそうなんですよね、そのコーディネーションの動き見てて派手なんですけど、なんかそのコーディネーションを、まあ、すっごい難しい水準だったらそれはすごいと思うんですけど、うん、なんかどの選手もまあやれば止まるのを1回で止めたか3回で止めたかで差がつくっていう勝負をまあ、あってもいいんですけど、それがクライミングじゃないだろうみたいなね、あれもあるんで、まあ、そのバランスよく、ね、出ると面白いですよね。足も悪い。は野中選手が五冠頭で、その後は四冠頭の選手もいないですかね。三、ああそうなんですね。あ、ソル選手はあれかな。四冠頭ですね。四冠頭ですね。その後はもう三冠頭が並んでますね。
して、ね、菊池咲選手が、ね、惜しくもラインの下に、ね、行ってしまいましたね。 A グループは4関東が4関東ですか、はい。そして先ほど松島さんの話にも出てきた小田桃花選手、出ましたね。5年くらい 前ですかね、もうリードのワールドカップで本当に世界と互角に戦っていましたね。なんか日本代表のユニフォームが似合いますね、はい、ボルダーも準優勝か何かしてますよね、ワールドカップで。あ、そうなんですね、はい、ずっと国内でもね、野口選手と2強っていう感じで、こうしてね、ワールドカップ頑張って出だし、はい、超えてほしいですね、うん。本当にこうすごいほんわかしていて、ね、コンペティターという雰囲気が全く感じられない。あ、いいですね。読みがすごいですね。もういきなりこれが出る。それでも遠い。結構ねここも足遠くて、はいはいはい、強いですね、うん。いいですね、うん、よどみなく登っていきました。いい感じですね、先ほどのあの松島さんの話にツイッターで、ね、こうコメントしてくれている方がいますけど、はい、あの完登者が、ね、仮に少なくても何パターンかやり方があったりアプローチがいろいろ出ると面白くて、まあ、同じってばっかり確かに6人で繰り返されるとちょっとつまらないかもなみたいな。ここってなんか あえて例えばワンウェイじゃなくて2通り3通りあるのを、はいはい、作るみたいな意識とかってあったりはあるんですか、はい。まあ、結果的にそうなるみたいな。ちょっとねそれは言えないですね。あ、そういうことですね。そうですね、はい、選手のやり方がかかってきますからね、はい、うん。でもでもすごくこういうなんか貴重な意見ありがとうございます、はい、なんかやっぱり僕たちセッターも人間なので、はい、やっぱりこういう課題出したら失敗するなとか、うん、まあ、なんかこの間 BJC でももちろんやっぱりすごい自分の中で失敗あったなってたくさん思ってて、はい、でもそういう経験があったから次はじゃあこういう感じにしようっていう風に学ぶことができるので、うん、すごい ありがたいですね、うんうん。私もなんかたまになんだその営業事務のセットとかのレベルですけど、はい、なんか絶対に一通りに絶対こだわるみたいな人がいたりして作るときに、うん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 、それはもちろんこっちで行ったら4級だけどこっちで行ったら1級だったらまずいんですけど、うん、同じくらいの強度なら、うん、まあ、どっちもできてって課題として面白いじゃんって思うんで、なるほど、必ず一通りじゃなくて全然いいなって、うん、ただまあそれがそのコンペの結果に大きく影響を与えるような感じだとねちょっとあれですけど、うん、そうですね、もう明らかにショートカットした方が簡単だろうとか、うん、これ最後の部分がちょっとね難しそうですね。
さあそして日本人選手が2名出てきましたね。広重由紀選手と木下茜選手です。左側手前が木下茜選手、九州の選手ですね。そして右の張りぼてのスラブっぽい課題が広重選手、リードですごい、ね、強い選手でしょうかね。初手でやはりちょっと嫌がっている。いや遠いです木下選手はね、あ今多分両足を置いてないですね。やっぱりそのねトップ選手でもね緊張というかね集中しすぎて忘れちゃうことはありますよね。広重選手リードでは、ね、日本選手権などでも、ね、決勝に行ったりする実力者です。かなりボルダーも強くなってますよね。バランスを崩してしまったか。この左の課題の木下選手もBJC の予選でですねすごいなんか爆発していた印象が、ものすごいアテンプトでガンガン登っていたような。あっとこの一さあ残り1分さあこの第一課題ね完登するかしないかで大きな違い。惜しいトライでしたが、
両グループとも残りあと4名です。A グループは韓国のパク・フィヨン選手、 B グループはオーストリアのルシンダ選手です。もう残り 3人、この選手で4名ですね。でもこの、まあ、本当は再トップではなくてこの日本の、ね、代表ですけれども、うん、まあ、この辺りの選手のトライを見ているとこう、まあ、課題の難しさみたいな印象も、ね、またこうより分かるというか、いや本当そう思いますよ。あとでも惜しいですね。なんかできそうですね、うん、このピンチが止められればあとはかなりいけると思うんで、うんはいうん、小田桃佳選手がこれ登るとね可能性ありますか。熱い展開ですね、うん、最初一撃そうですね、一撃は一撃ですよね。A グループはもう4冠しないとダメですね。 A はそうですね、うん、逆に B は3冠のアテンプトでもまだいけるのでゾーンとアテンプトでいけるので、未だにこのねゾアテンプトが慣れないんですよねアテンプト勝負みたいにいっちゃったりして、あでもゾーンの方が大事だみたいな、なんか突発的にゾーンって出づらいですよねボーナス何回かいっちゃって出ちゃいます。小島かりん選手、ほとんど完登が出ていない B の5課題目。止めましたね。ちょっとね今画面には映ってませんでしたが、小田桃佳選手でまたピンチ取りね、とても惜しかったんですが、まだ残り1分ありますからね、はい、もうワントライぐらい行ってほしいですね。坂本選手、あ、ももちゃん行ってますね。あ、惜しい。
続いてはオーストラリア勢が2名出ています。 A グループがオセアニア・マッケンジー選手、 B グループがロクシー・ペリー選手。オーストラリアのオセアニア選手ってすごいすごい面白い名前ですね。現時点では日本人選手で通過しているのは野口選手、野中選手、田島智子選手、伊藤双葉選手。さあまだね、まあ、順当ですね。はい、順そうですね。まだねトライ中の選手、可能性がある選手いるので、うまいっすね。ああ惜しい。すごいうまかったのにちょっとキャッチを取り損ねちゃいました、ね。松島さんはなんかこの傾斜に課題を作りたいとかあったりするんですか？それもあんまり言うとあれなの。別に大丈夫ですか？僕はもう好きな傾斜ありますか？いや強傾斜の方が好きです。もう完全な予想通りのあれですけど。なんかチーフが全部決めるんですか、そういうのも。いや、なんか今回、いや去年もそう、クリスの時もそうだったんですけど、はい、なんか壁どっかやりたいとこあるって言われて、いいですね、なんかあ、じゃあやっていいよ、はいはいはい、うん、あんまりそうですね。なんか個人的にこの壁の中で一番逆に作りにくいなって思うところがあるんですけど、はい、ブルーの今広重選手がやってるところ、はい、MAA ですね、 A2 か、あそこが僕は一番嫌ですね。なんだろう、右がオタクになってて、水壁、はいはいはい、あ、 BJC の時と同じ傾斜っていうか角度なんですけど、はい、形状も BJC の時にあそこに僕作ったんですけど、はい、1本なかなか作りにくかったです。あれは水壁なんですか？ちょっと微妙に被ってます。上が上部が微妙に被ってます。なんかやっぱり調整は緩い傾斜の方が圧倒的にしやすいですね、はい、あ、まあ確かにそうかもしれないですね、はい、確かに。あ、まあでも一番左とかも、まあ、それなりに被ってるんですよね。一番左結構被ってますよね、はい、120度ぐらいだと思いますよ、はいはい、結構被ってますよ。じゃあ強傾斜もまあ3面ぐらい、そうですね、右は全体的に BJC の時よりは少し角度を落としたんですよ。あ、そうなんですね、うん、さあ確かにね、後半になると結構ね苦戦してる選手も多いでしょうか。あ、マーゴ選手出ましたね、はい、これは注目といえば注目の選手ですよね。、はい、マーゴ・ヘイズ選手、
アメリカの世界で女性初の 15A を完登した選手です。そして B グループはデンマークのカトリーヌ選手。ラランブラーとかってやられたことありますか？ね、ラランブラーはやってないですね。すごいですよね。すごいですよね。そう、マゴヘイズ選手はね、あのラランブラというスイスですかね、ラランブラとリアライゼーションですね。そうですね、もう世界で一番有名な課題と言ってもいいぐらいの2つの 15A を登っています。サマーゴ選手はリードではね、外の岩を中心にものすごい実績を持っていますが、ボルダリングワールドカップはどう対応してくるでしょうか。アメリカ人の選手、はい、僕の勝手なイメージなんですけど、はいはいはい、やっぱりアメリカ人って結構強敬者が強いイメージがあって、はいはい、逆に関係者は苦手なんですかね。今もマーゴ選手一回落ちちゃいましたけど、落ちましたね。ただどの選手も、男子選手も含めて、まあ、女子でもプッチョ選手とか、うん、男子も今回何人か来てますよね。結構そうですよね。あのハイライトな選手、ナサネイル・ゴールマン選手、なんかこう力強さにあふれる印象はありますよ ね。でもあの向こうの事務次長とか私詳しくないですけど、はい、コンペ ABS とかを見る限りはザ・真っ向勝負っていう課題が多いですよね。本当に結構やっぱそうなんですかね。あ、でもできそうですね。はい、ナイス完登ですね。あ、多分そのなんか、はい、ももちゃんいつの間にか B さん登ってますね。あ、本当ですか。いないんで多分登ったと思います。これは B グループにおいてにここまで2関東は登ってます。しかも一撃ですね。お、残り2つのどちらかを一撃すれば、一撃ないし少ないアテンプトでいってボーナス、あ、ゾーンですね。あ、可能性ありますね。ありますね、全然ありますね。これは準決勝に来ると日本の選手としても熱いですし、うん、結構その多分海外のコンペティターで小田桃佳選手のことを、ね、知ってるみたいな選手もいるの で、ね、かなりいい展開ですね。これは面白い。あのそのマーゴ選手が、あの小田桃佳選手の職場のジムに行って、むしろマーゴ選手が小田桃佳選手ファンですみたいな感じで話したみたいなことが上がっていたので、超有名人ですよね。松島さんはそのセットするとき、ボルダーもリードもどちらもあると思いますけど、どっちの方が好きとかありますか？セットとしてワクワクするでも楽しいでも何でもいいんですけど、 やってそれはやっぱりボルダーの方が楽しいですよ。楽しいですか、ボルダーの方が。やっぱり自由度が高いですよね。大きいホールでもつけやすいですし、はいはいはい、そうなんですね。なんかこう松島さんというと多分リードのイメージが強いと思うんで、はい、リードはやっぱり大変ですよ。特に日本の場合結構室内でまあやること、はい、日本選手権とかやること多いじゃないですか。で室内だと作業車入れないんで、あ、はいはいはい、入れるところもこれからもしかしたら出てくるかもしれないんですけど、タワーみたいなのが出て、はい、現状タワーでやっててぶら下がりでやって、確かに体力的にきつそうだなっていう印象を受けます、ね。でやっぱり大きいホールドが最近すごい増えてるじゃないですか、はいはいはい、でそういった重いホールドたちを頑張ってあげて確かに取り付ける作業はかなり大変ですね。で調整もやっぱり例えば
15メートル壁があって、はい、真ん中の10メートルの部分で調整が必要ってなったらそこまで登らなきゃいけないわけじゃないですか、はいはいはい、あのまあ、タワーなりロープなり、はい、やっぱ時間かかりますよね。しかも死闘もリードの時に、はい、そのつけた後の前日の調整とかでこっから登るんだみたいな、はい、ボルダーは確かにリードの方はそうですね、大変そうですね。確かに。そして最後の選手ですね、中国のラム選手とカナダのレベッカ選手が出てきて、これで女子の最後の選手の登場となります。日本勢だと小田桃香選手がまだ予選通過の可能性をね、大きく残しております。先ほど そのマーゴ選手で50映画みたいな話をして、はい、多分結構見てる中でボルダーしかやったことない人も多かったりして、で私ももう50A とか言うと難しさが想像からちょっと超えるんですけど、ボルダーをやってる人にもちょっと伝わる感じで言うとどんな世界なんですか。いや僕もねちょっと 50A は登ったことないんで、はい、まあ、ただ近しいあれで、ね、まあ、あのやっぱり壁の長さにもよると思うんですけど、まあ、そうですよね、確かに結構あのスペインなんか行くと30メートル40メートル当たり前なんですけど、はい、逆にあの多分彼女が登ってるルートとかってやっぱ結構長いんで、はいはいはい、難しさが結構分散されてるのかなっていうイメージですよね。でも逆に本当に10メートルとか15メートルの 50A って、あ、そういうことですね。もうすごいボルダーが凝縮してるような感じで、もう3段4段みたいなのもあれば、だからそのマーゴとかはもう分かんないですけど、でも難しいムーブはもちろん出てきてると思いますよ、2段とか3段とか出てきてるんじゃないですかね。それが30メートル40メートルのところですね、の中に出てきたらまあ難しいですよね。やはりこの、まあ、下位選手ってあれですけど結構ね、その赤の初手の、ね、ランチとかでも苦戦しているんで、うん、上の選手はね簡単にホイホイ止めますけれども、難しさがね分かりますね。よく、あ、木下選手来てますね。木下選手来ますね。これを左足を、おお、ナイスですね。来ましたね。すごい。木下選手はね、惜しくも第一課題を登れていないんですけれども、ね、可能性としてはあの2つを取ればまだあります。の方でセッターさんへの質問みたいな感じで、セッターさんの公表は大会前にありますかと、その場合選手接することができないのでルールはありますかと、BJC に関してはありますよね。公表されてましたね。公表されてますね、はい、ワールドカップに関してはあの IFSC のサイトで、はい、IFSC が派遣するセッターの公表はありますね。はい、そうですね、載ってます。まあ、僕たち今回日本で開催してるんで、はい、日本のナショナルセッターの公表は特にはなかったですね。はいはいはい。で、公表後は選手と接することができないならルールはありませんね。特にはないですね。はい。
なので今あのやっぱり競技中なので、はい、僕たちセッターはあの選手だったり監督だったりとはあまり話さないように心がけてます、はいはい、あのまあ、会ってもお疲れ様とか挨拶程度しかしてないです。まあ、ルールというよりはまあその個人の心がけというかモラル的に極力制さないようにはしている、はい、そうするとあの選手とあまりにも関係が深い人はセッターに入れないみたいに、それルールとしてはあるんですか。ルールじゃないけど ないので今結構今後厳しくなっていくのかなっていう傾向ですね。かなりそれはやっぱりこれからシビアな問題になってくるのかなって思ってます、ね、はい、そこはこのやっぱり競技するコースを人間が作るっていう、まあ、面白さはあります、ね、はい、だからなんかやっぱりこう終わった選手にちょっと声かけてあげたいんですけど、はい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 、なかなかそれができなくて、大会終わったらもちろん話しますよ。はいはいはい。そして小田桃香選手、注目のあの全く同じというかね、課題並んでいるうちの左側にトライしています。あの課題も意外と完登少ないですよね。そうですね。まあ、あの感覚としてはあのゾーンを止めればこう、うん、持っていきそうな、ね、感じがあるんですが、小田桃香選手ですと、さあ画面中央このベージュ色の左手から小田桃香選手、黒の三日月を結構あのバブルを抱えて、はい、足がまあ三角じゃないですかね、はいはいはい、結構深いと思うんですよね、うん、次もガストンだし、そうなんですよね、うん、その左手右手の向きが一緒で、うん、結構こう肩で押さえ込むような感じで皆さん止めてますけど、す、ね、まあ、小田桃香選手はこの課題をね、仮に登れなくても最終課題に一応かけることができますが、最終課題はおそらく最も完登率の低い一番右の黒いスラブ、うーん、やはり難しい。先ほど話題に上がっているマーゴ・ヘイズ選手、マーゴ選手はどんな感じですか。1課題目は、登っていて、2課題目 A ですと、あの課題に登っておきたいですよね。登っておきたいですね。なんだかんだアテンプトかけて、あの2課題目はね、強い選手は登ってきているような印象ですよね。残り40秒で小田選手は最終課題にかける形でトライをやめました。そのすでに全選手で泳いでいるので第一課題は競技が終了しています。なるほど。Thank you.
さあ木下茜選手が先ほど、ね、3課題目登って、まだね、可能性を残しています。さあそしてここでスペシャルゲストにさらに来ていただきました。今日の予選を終えてもうほぼ確実に予選通過を決めている鹿島智子選手です。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ素晴らしいパフォーマンスでした。あこれ聞こえてますか。聞こえてます。すごい聞こえてます。はい、めちゃくちゃ楽しかったです。そう言っていただけるとありがたいですね本当に。あ、そっか、セッターさんですか。もうすみません。あー、素晴らしい課題をありがとうございました。終わったのが12時を過ぎてました。あ、お疲れ様でした。今日は眠いですね。あ、そうですよね。でもね。どうでした、終えられて、まあ、課題の印象、自分のパフォーマンス、感想みたいな。そうですね。こう鹿島さんは B ですか。はい、あ私は B だったんですけど、はい、なんか本当総合力が求められる課題で、はい、なんかムーブが分かっても意外とこうなんかシークエンスがあって落としどころが満載で、はい、いい課題でしたね。2課題目は黒は大好物でしたか。あれは正直大好物でしたね。ちょっと直前にここでチョクさんと話していて、はい、ちょっと黒のピンチのサンダーバードに出るところが身長の低い選手は足が深かったり難しいよねって言ってるところで、はい、多分相当小さい部類であろう鹿島選手が登ってきたのでなんか嬉しかったです。ありがとうございました。バッチリでした。本当にやっぱりああいうフィジカル系の課題はまあいいよね。いいですね。なんかパッと見た時にあやばい水壁だらけだと思ってあもうこれ登れなかったらもう終わっちゃうなと思って、はい、頑張りました。なんかどうですか全体的に距離感とかは。あそうですね、結構ね僕は指導してて女子でも結構遠いなとは思ったんですけど、はい、あ何課題目ですか。何課題目とか、ね、全体的 に, 体的にその足の位置が結構深かったりとか、はいはい、そんなに感じなかったですか。あそうですね、予選ではまだ私がそこまで感じないんで、いつも準決だと本当に足深くて、なんか来世はなんかスターシャとかになりたいなっていつも思ってたんですけど、今回はそこまで、はい、全部可能性は感じたんで、はい、いい課題だったと思いますね。とはいえ、B だと 4課題目ですか、全く一緒の課題、はい、あそこのボーナス取りが結構慎重出るのかなってもちょっと思ったんですけど、どうでした。どうなんですか、タイミング合わせるのが難しくって、結構隣の課題と同じ課題だと思ってて、隣の人が普通に止めてたんで、はいはい、あ、やばと思ってなんで私止まんないんだろうと思って結構焦ってましたね。結構あれとか、深くないですか、なんか懐が。結構スタートが辛かったですね、ボケの位置が高くて、あと体術って言うんでしたっけ、バブルなんかガンツ出てきそうな、はい、左手のあれが、いつもあれが、はい、なんか持てなくって、落ちちゃうんで、なんかベースキャンプでいつも見かけたら触るようにしてます。はい、よかったらうちにも欲しいですね、あのフォード。で今うちにもと言ったのは鹿島選手はルトラというジムを、はい、やっています。あそうなんですよ、はい、半年ぐらい前にオープンして結構盛り上がってきたんで、はい、ぜひそっちの方も花湯スパリゾートっていう日本で一番いいスパがあるんで、そこと抱き合わせでよかったら遊びに来てもらえますと思ってます。最終課題、はい、黒に足を上げるムーブを試みて、はい、
私と松島さんで、はい、あれもあるかもって言ってて、はい、次のトライでもそういうのじゃないので、あ、そうです、上げた時にちょっと長かった感じ、なんか体が真横になって左手がかなり抜ける感じになっちゃってないわって思って、はい、でもかなり問題なかったと思います。あ、 あれでいけましたかね。いけるような気もしますけどね。あれ設定はどういう、設定はよく分かりません。ただあの、うん、他の選手のトライ見られました、ちょっと見れなかったんで、どうやって登ったの、あの右手の黒を右手プッシュして、はいはい、左手のゾーンに左足を上げちゃうっていう動きが一番楽そうで、野中選手とかシエラ選手はそれで登ってましたね。天才ですねそれね。はい、いや全く思いつかなかったですね、それは。でも黄色に上げる選手が試みてましたけどね、多くの選手は黄色にまず上げる、あー、そうですよね、見てみたいですねこれね、後で。いやー、でもあれですよね、あれ去年鹿島選手八王子すごい惜しい感じで予選、あ、そうでしたっけ、あれあれどうだったんだろう、違ったかも、僕の記憶違いかもしれない。どうだったっけ、なんかあんまり、そうですね、去年のことはあんまり覚えてないので、でも、確かアテンプトの差ぐらいで去年すごい惜しくて予選で、あ、本当ですか、あれ違ったか、そうだ、去年は確か準決いけなかった、ね、そうですよね、じゃあ今年は、今年は確かになんかそれが最後の課題があっていうようなことを実況で言った記憶がちょっとあって、あー、すごい記憶力ですね。いいですね、そういうところいいですね。いや すごい。あんまり疲れ的にはないですか。ああ、そう言われてみると、なんか4課題目めちゃくちゃやったんですけど、多分これからですかね。30代なんで、あの筋肉痛くんのもしかしたら。どうなんですかね。いやー悔しいですね。なんかコンペの課題ってでも、はい、本当にその一生の中でこの時間しかトライできないわけじゃないですか。はい。なんかそう考えるとやっぱその時間の中で登ってきたいよね。そうですよね。知ってます。あ、もう帰っていいですか。こういう感じなんですね。こういう感じみたいなね。あ、マーゴ選手だ、はい、なんかうちのお客さんがマーゴ選手が電車なくなったらどこまででも送って帰るって言ったんで、そんぐらい結構大ファンみたいで、ああ、そうですね、こんな生で見れて自慢してやります。電車なくなったらニューヨークまで送り返してくれるんですかね。さっきちらっと出ていて、やっぱり準決勝はいつもワールドカップは距離みたいのを感じたりするんですかね。ああ、そうですね、結構やられますね。だからなんか自分の中で正解を作るっていうか、みんなと同じことしても意外とできなかったりして、小竹芽衣ちゃんみたいな発想とか、はい、そういうのも、はい、あとキムチャイン選手とかも今回は参加してるんで、どんどん盗めるところは盗んでいこうと思ってですね。非常にポジティブな感じでいいですね。いやすごいいいんですよ、すごいいいんですよ、フェイスブックとかでも、もうポジティブなことしか鹿島選手は言わないので、すごいいいです。ありがとうございます。いや、そして今回、まあ、一応ね、余裕の通過っていう通過ですよね、ちゃんと。今年何戦目なんですか。今年は3戦目なんですよね。いつもは1戦しか出ないんですけど、はい、まあ、でも3戦すべて準決行ってますよね、そうですね、本当自分でも結構信じられない感じで、はい、おそらく女子では最年長かもしれないですけれども、はい、男子は一緒見てないですけど、はい、それでもこの
準決勝3連続っていうのは進化している証だと思うんですけど。そうなんですか。なんかもう出たくないんですけど、恥ずかしいんで、なんかもう娘ぐらいの人と戦わなくちゃいけないんで。確かに。面白くてやめられないんですよね。あ、それいやいいですね。いや、秘訣はやっぱり面白がることですか。世の中のね、30代とかのクライマーに強くあり続ける秘訣みたいなことをちょっと言うとしたら何ですか。何ですかね。やりたいようにやったらいいんじゃないですかね。やりたいようにやると。選手もし優勝したりとかしたらルトラルトラでなんかないんですか。その例えば、はい、もう一人に年パスあげるとか、はい、あ、やりたいですね。もし決勝でも残ったら決勝でいいの。いや、決勝残ったら引退ですね、本当に。競技もそれはやんない方がいいと思う。いやー、もう満たされちゃいますね。いやいやいや、嬉しくって多分ね。そしたらもう一回出たいって思う。そうですかね。もう多分引退っていう言葉は多分ないんですかね。聞きたくない。あ、じゃあのろしをあげます。え、のろしを、のろしを、のろしを、あの実際にあげる。あげます。深谷からのろしをあげます。深谷からのろしを通報されちゃうかもしれない。そうそう、僕花火、花火とかやりたいですね。ディズニーランドみたいに。ルトラのカワウソですか。あ、いいですね。カワウソは花火を作ります。いや、でも決勝に行っても十分暑いですよ。いやー、そんなことがあるんですかね。もう夢のようですね。いやいや、ある、全然あるじゃないですか。あると思いますよ。いやー、でもそうですね、このまま行くと日本勢4人が準決だと思いますけど、いや、梶松選手行ってくれて多分すごい応援してる人多いと思いますよ。あ、本当ですか。す、私ごときがなんか出ちゃっていいんですかね。すごい多いと思います。早速あのルトラルトラに行かないとって言ってる人がツイッターでいるぐらいなんで。あ、なんかすごいシステムなんですね。なんかでもあのよくジム、まあ、あの旦那さんと どちらがオーナーという形か分からないですけど、オーナーとかになると逆に登れなくなって弱くなるみたいなことを言う人いますけど、どうですか最近の調子は。そうですね、私も最初はもう準備とか、あと、そうですね、なんかちょっと病んでた時期があったんですけど、うん、もうだいぶ病み上がりで、はいはい、吹っ切れたんで、やり方が分かってきたみたいな感じで。そうですね、はい、いや、でも明らかにそうですよね。3戦連続準決勝はすごい、すごい上がってますよね。なんか吹っ切れましたね。暑くはなかったですか。結構暑くないですか。あ、もうすごい快適ですよ。結構セットしてる時は暑くて。あ、そうなんですね。エアコン効いてなかったんですか。エアコン効いてたんですけど、なんか設定温度が間違ってたみたいで。あ、残念な感じで。ここまで寒くなかったんですよ。いやー、ね、すごいいい体感ですよ ね、 いいですね。空調も効いて、こんな快適に。そうですね、まあ、ちょっと観客の人が半袖だと少し、まあ、半袖の人もいますね。いや、まあまあ寒いですよ。そうですよね、うん、なんか今日はね、湿度もね、低くてね、うん、岩にも最高ですよね、うん、あ、みんな岩行っちゃってるんですかね。なんか身内しかいないですもんね。みんな行ってるんですよ。もう梅雨前最後の休日だし。あ、じゃあやばい、うちのジムもガラガラじゃないですか、もしかしたら。大丈夫か。今日明日晴れなんで、今日行って明日はこっちに来る人が多いのかなっていう。あ、なるほどね。ツイッターとかでも結構そうですね。そういうパターンなんですか。私も昨日行ってましたけど。
あ、どちらに行かれて。水がきれい。ああ昨日うちの旦那が、はい、一昨日雨降ったじゃないですか。降りました。それで諦めて。あ、どうでした。それは残念ですね。昨日は登りましたね。コンディションは意外と乾いてました。昨日は風がすごい吹いてよかったです。あ、じゃあ乾いたんですね。はい、あ、一昨日はもう土砂降りでした。あ、土砂降りで。そうそうですよね。なんで話をしているんだ。行くべきですね、やっぱね。はい、うん、迷ったら行くべきですね。もう確定しましたね、決勝進出は。あ、準決勝。あ、準決勝ですね。はい、あ、本当よかったです。思いますよ。いや、もう旦那に無理やり受付一人で任せてきてるんで、本当明日につながってよかったです。でもいいですよね、すごいね、旦那さんもわかんないですけどサポートしていそうで、いいですよね。あ、はい、そうですね、なんか、うん、助かってますね。この八王子の後はまた他にワールドカップ出る予定の大会はあるんですか。あ、とりあえずこれで一仕切りなんで、もうちょっと、もう全然今年はジムの準備とかもあって岩場に行けなかったんで、うん、はい、もう梅雨入っちゃいましたけどね。でも本当に最近はコンペティターと岩場のクライマーがちょっとこう、まあ、ユースの選手が増えたのもあるかもしれないですけど、はい、あんまりそう強いコンピューターが特に日本はあんまり岩場行かない傾向がある気もするんですけど、はい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 、和島選手は両方ともバリバリ結果を残して、ね、いやでもあの村井龍ちゃんとかも、あ、確かにそう、村井君、そうですね、村井選手、そうですよね、山内君とかも、あ、ね、確かにそのぐらいの世代までは結構岩行ってるかもしれないです。どっちもね、こうバランスよく楽しめたら最高ですよね。確かに村井選手は最近コンペの調子がめちゃくちゃ上がってきて。では梶島選手どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、明日頑張ってください。決勝で他の人上げましょう。はい、ありがとうございました。さあ残るは4名、4選手でしょうかね。すごいポジティブでいいですね。いいですね、うん、まあなんかリザルトをこうパッと見るとまあ意外と悪くないのかなという感じがします。いや、そうですね、うん、結構でもこう回の方を見るとやっぱりゼロカウントの人が多いじゃないですか、はい、うん、やっぱ結構難しいんですかね。まあ、1課題目を登れなかった時点で、うん、メンタル的にも難易度的にもちょっともう絶望的なところあるかもしれないですね、うん、でも通過ライン綺麗に。 B グループは3冠ですかね。そうですね、3冠等で今のところ1名アルマ選手が3冠、ああ通過してますね、あ通過してますね、うん、そうだ、3冠したら確実通過。めっちゃ綺麗ですよ、うん、あ、 A グループも4冠と4冠、あ、きっちりきっちり分かれてますね。意外と、はい、今ねマーゴ選手のゴール取りで場内沸きましたが、選手の話をこう聞いて何か感じるものありました。彼女はすごいポジティブなんだなっていうことがよく分かりました。でも結構年齢も僕と多分結構近いと思うんで、はい、82年生まれのはずです。梶島さんは82年です。あれ松島さん、僕は82年です。あ、いや、だからすごいクライマー多い世代ですよね。すごいですね、同い年で現役で頑張ってて素晴らしいですね、本当にすごい。まだまだ上を目指して頑張ってもらいたいですけどね、うん、
いやその確かにジムのオープンと重なってたのか、あの一時期あちょっとその最盛期の強さほどじゃないのかって鹿島選手僕個人に思ったこともあったんですけど、あのジムが落ち着いたらまためちゃめちゃ強い鹿島選手が戻ってきて、そこ知れないですね。終盤ですね。いやでも予選でこの感じだと本当に準決勝決勝が楽しみですね。いつも楽しみです、はい、その予選からしっかり見ているだけあってか、去年のワールドカップも八王子戦がなんか一番こう、そうなんですよね、うん、すごい評価が高くて、はい、そこにセットで携われてすごい良かったなと思ってて、うん、だから逆にやっぱりすごい良かったっていうのがあるので、はい、今年は結構観客の方も見てる方も求めてるものがやっぱり大きいのかなっていうプレッシャーは僕の中でちょっとあって、去年の男子はもうドラマチックすぎるというか、でも本当にそのさじ加減一つでね大きく変わるって、そうですね、なんか課題の順番も良かったですよね。あ、それはありますね、あります。お、止めてきました、すごいですね。お、これは行くんじゃないですか。すごいですね、オーストラリアのオセアニア選手、結構最後も遠いですね。お、強くないですか。めちゃくちゃ強いです。素晴らしい。あのただ A ですよね。 A ですね。あ、なので今のあ最後でも登ったのでこれ順位変わるかもしれないです。あ、変わってる、変わりました、変わってる。4冠と来ましたね。なのでベルギーのクロエ選手が4冠とですが落ちてしまいましたね。ゾーンも取れなかったので、あ、なのでここでまあちょっとその今年からのルールの影響でゾーン優先になりましたね。3課題目の赤のハリボテに右足に乗り込むところの一手で取っていれば、セッターがもう気にしたりしますか、ゾーンのルール改定。そんなにいいでもないですか。ルール改定に関してはあんまり気にしてないですけど、なんか個人的にはちょっと高めに設定してるのかなっていう印象ですね。先ほども、ね、そういう話も出てましたね、チョクさんと話している時も若干。まあ、みんながみんな取れる位置にはなってないみたいな。ラスト行って、あ、これで第4課題も
全ての選手が、ね、競技を終えましたね。残すところは最終課題のみ。マーゴ選手はまだ準決勝の可能性は残ってるんですかね。残ってないと思います。おそらく残ってないですね。そうですね、一関東のみなのでコンペ難しいですね。難しいです。あ、でもやっぱりこういう固める力すごいですね。右足上げてきました。カトリーヌ選手とかもすごい大きいですね。結構日本人選手と身長差を感じますね。マーゴ選手は最後、あーっと、惜しいですね、はい、まだもうまだトライできますね、うん、カトリン選手はそこから一気に一番左のホールドまで今足を伸ばしてました。あ、でもできそうですね。はい。お。マーゴ選手、このトライで決めれるか。決めたいですね。止めてきた。おっと、ちょっとヒール低かったのか。もったいないですね。あでもこの体を固める力がすごいな。ちょっとね、上に届かなかったですね。レストがなくトライすることになってしまったが、おそらくパンプはしてないと思うんですよ。おそらく
確かに動きむしろよく、おー上げてきた、ちょっとヒールの位置上げてきた、お来ましたね、おー素晴らしいですね、通過はねなんなかったですけど、こうリードクライマーの真骨頂を見せてくれましたね、うん、トライするたびに動きが良くなるという、マーゴ選手のツインテールが可愛いというね声も来てますね。さあこれで最後ですかね、中国のラムレンチン選手とカナダのレベッカ選手、いやー女子予選がこれで終わりますが、総評としてどんな感じですか。いや悪くないと思いますけどね、悪くないと、いや課題、うん、あの面白かった上に結果もすごい良かったです。まあ想定通りというか、まあこういう感じかなっていう、まあ若干確かに A の方がちょっと関係者が多かったかなっていうイメージですね、はいはいはい、まあ、一応そこは似たような感じにしようっていうことになってるんですよね。うん、女子も68名の選手が出揃って最後の選手の一番最後の競技になっております。諦めないで頑張ってほしいですけどね。そうですね、先ほどもあの松島さん言ってましたけど、確かにこの課題はもう今日この場でしか、まあ、外したらあれですもんね、まあ、ジムとかで全く同じ傾斜であれば作れますね。確かにそういうのやってみたいって人絶対いますよね。いますかね。なんか僕はね、逆にやっぱりこの場で消えちゃうからいいのかなって気がしますけどね。そうですね、うんうん、そこにこう、ね、良さはあると思いますが、やりたいっていう人は、まあそうですね、でもやっぱりまあそのやるにはやっぱり日本代表とかになって、ね、うん、いやね、頑張ってトライしないといけない、うんうん、でも確かに同じ傾斜で同じ課題を作るジムがあったら面白いかもしれないですね、うん、いきなり。最後の選手残り40秒、じゃあこれが終わったら松島さんはあれですよね、あの、まあ、お昼の後というかもう男子の、うんうね、準備に入るんですよね。そうですね、
男子はどうですかね、みんな強いですからね楽しみですね男子は、はい、男子は本当にもう準決勝もね決勝も誰が来るかわからないですからね、かなりランキング的にも競ってますからね、競ってますよね、優勝者は全然違いますし、いやもう楽しみですね、選手目線として。こちらがリザルトで、これはジェシカ・ピールズって書いてある、これはマイリンゲンのリザルトが、ね、マイリンゲンのリザルトが出てますねちょっとねあの間違ったリザルトが出ましたが、これで女子の予選が終わりまして、この後ねセットを、男子のコースに変えて、男子は2時40分午後の2時40分から男子予選の予定となっております、はい、じゃあ松島さんは準備の方も、そうですね、はい、本当に長いこと、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、もし午後も気が向いたらでは、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。セッターの松島明人さんでした。そして、今女子が終えて2時40分から男子の予選となっております。この2時間の間にホールド外して男子の方に、はい、こちらが女子の予選 A グループですね。ちょうど上位3名が、リザルト並んで1位ですね。フランスのファニー選手、スロベニアのカディッチ選手、日本の野口明夫選手、そしてその後、まあ順当といえば順当ですかね、強豪が並んでおります。A グループはね惜しい日本選手も何名かいたんですけれども、予選を通過したのは A グループからは野口啓代選手のみとなっておりますね。第一課題以外はねかなり厳しいセットとなったのではないでしょうか。ただ比較的 B と比べると完登率は多かったかもしれません。ご覧の通りのリザルトとなっております。そして続いては B グループのリザルトですね。日本の野中美穂選手が唯一の5完登で、トップ通過。続いて韓国のサーソル選手来ましたね。ヨハンナ選手、ショーナ・コクシー選手、スターシャ選手、順当に来ていますね。そして日本から2名、梶間智子選手と伊藤双葉選手、シエラ選手も最終課題登って通過していますね。アメリカの最終課題を登ったのは野中選手とアメリカのシエラ・ブエア・コイル選手の2名だけでしょうか。そして小野彩選手も惜しかったんですが12位と予選通過はなりませんでした。B グループはかなりね厳しいセットとなっていて、三冠等のゾーンとアテンプトで予選通過のラインが分かれました。 B グループもね同様に1課題目を拾うことができないと難しかったでしょうか。
では、これをもちまして女子の予選が終了となります。男子の予選は午後の2時40分から、同じくですね YouTube で中継されますので、皆さん午後もまた、お楽しみにしていてください。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。